江戸川アラン・ポーマリー・ロジエの怪事件実在の出来事と並行して進む観念的な一連の出来事があるだが両者はたまに一致するだけだ人間と周囲の事情とがいつもこの観念的な一連の出来事を変えるのでそれは不完全らしく見えるし またその結果も同様に不完全となる宗教改革の場合も同じことであるプロテスタンティズムの代わりにルーテル教が現れたのであるノバーリスモラリッシュ・アンジヒチンちょっと見たところあまり不思議なのでただの暗号としてはリチが受け入れられないような暗号に出会って 愕然として、しんなものをぼんやりと、しかしぞっとしながら時によると半ば信ずるような気持ちになったことのない人は非常に冷静な思索家の間でもごく少ないのであるそのような感情なぜなら私の言うその半ば信ずるような気持ちというのは決して考えというほどの十分な力を持っていないのだからは 偶然の原理あるいは学術上の言葉で言えば外然の計算によらなければたやすく完全に押さえつけることができないところでこの計算なるものの本質は純粋に数学的なものであるだからこそ我々は科学での最も厳密に正確なものの変則を試作会で最も捉えがたいものの原影と 非物質性とに適用しよううというわけである今私が発表しようとしている異常な事件の遺切は時の順序から見てほとんど理解し難い一連の暗号の第一の分派をなすものであってその第二のつまり終わりの分派というものが最近ニューヨークで起こったメアリ・セシリア・ロジャーズ殺害事件であることはすべての読者諸君が認められることであろう。 1> 1年ほど前に、私が「モルグ街の殺人事件」と題する一文で我が友第五党君赦し、C、e ・オーギュスト・デュパンの性格の非常にはっきりした特徴をいくつか書こうとした時にはその同じ題目を再び扱うことになろうとは思いもつかなかったのであるこの性格を書くということが私の意図であったそしてこの意図は リュパンの特性を霊唱するあの妙な一連の出来事の中に十分に果たされたのである私はもっと他の例を挙げることはできたろうがあれ以上のことは証明しなくてもよかったのだしかし最近の出来事は驚くほどの進展を見せて私を驚かせいくらか無理強いの告白めいたものになるであろうがもう少し詳しく書いてみようと考えさせたのである 最近自分があんな事実を耳にしながらよほど前に自分で聞きもし見もしたことについて黙ったままでいるとするならそれこそ本当に奇妙なことだろうからレスパネ夫人とその娘との死に関する悲劇と結末を告げるとルュパン君舍氏はすぐさまその事件を自分の頭の中から追い出して元のむっつりした無双壁に戻ったのであった 私も始終方針状態になりがちなのでたやすく彼の気分に引き込まれてしまったそして二人は相変わらずフォーブル・サンジェルマンの自分たちの部屋に住みながら先のことは空吹く風に任せただ現在を安穏に眠り暮らして周囲の退屈な世界を夢の中に織り込んでいたのだったしかしこの夢もまるで妨げられないわけではなかった モルグ街の事件で私の友人の演じた役割がパリ警察の連中の心にいかに深い印象をとどめたかはたやすく想像されるであろうパリ警察の探偵の間ではデュパンの名は日常語になってしまった彼があの怪事件を解決するのに用いたあの簡単な機能的推理は私以外には相関さえも説明されたことがなかったのであの事件が ほととんど奇跡的なものと見られたりデュパンの分析の才能が直角の名声を得たりしたことはもとより驚くには当たらない彼の率直さはそんな偏見を持つ全ての人々を啓蒙することができたであろうが彼はまたひどく武将なのでとっくに興味のなくなっている事柄をこの上あげつらう気にはなれなかったのだそんなわけで彼は警察の連中の注目の的となり 警視庁で彼の助力を借りようとした場合も少なくなかったその中で最も目立った事件の一つがマリー・ロジェーという若い娘の殺害事件であったこの出来事はモルグ街の惨事があってから2年ばかり後に起こったのであるマリーはその姓や洗礼名があの不運な浜木キりの娘のと似ているのですぐに注意を引かれるだろうが 家エステル・ロジェーの一人娘であった父親はマリーの幼い時に世を去りその時からこの物語の主題となっている殺害事件の18ヶ月ほど前まで親子はパベ・サン・タンドレ街に一緒に住んでいた夫人はそこで素人下宿をやっていてマリーはその手助けをしていたこうしてマリーが22歳になるまで過ぎていったがその時 彼女のすばらしい美貌がパレ・ロワイヤールの誓いに店を持っていてその付近にすくっているゴロツキ山師どもをお得意にしているある香水商の目に止まったルブラン氏はもちろん自分の店先に美しいマリーを置くことの利益を知っていたそして彼の大変いい条件の申し出を夫人の方は少しためらっていたが娘の方は喜んで承諾した 店主の見込みはうまく当たって、彼の店はこの快活なグリゼットの魅力でたちまち評判が高くなった彼女は1年ばかりそこに使われていたがそれから突然その店から姿を消して取り巻き連を大騒ぎさせたのであったルブラン氏は彼女のいなくなった理由を説明することができずロジエ夫人は心配と恐怖とで気も狂いそうであった 新聞はすぐにこの問題をかきたて警察でもいよいよ本気で取り調べにかかろうとしていたがその時1週間後のある晴れた朝マリーは達者でしかしいくらか沈んだ様子をして香水店のいつもの自分のカウンターに再び現れた一切の詮議は影の取り沙たは別としてもちろんすぐにもみ消された ルブラン氏は前の通り全く何も知らぬと公言しマリーと夫人とは誰に聞かれても先週は田舎の親類の家で過ごしたと答えたこうして事件は消えてしまい大抵忘れられてしまったというのは娘は表面上は好奇心から無作法に尋ねられるのが嫌だという理由で間もなく江水省のところから本当に暇を取って パベサンタンドレ街の母親の住居に身を寄せることになったからであるそうして家へ戻ってから5ヶ月ばかりたった頃彼女の知人たちは彼女が2度目に失踪したのにびっくりさせられた3日たったが何の消息もなかった4日目になって彼女の死骸が セーヌ川のサンタンドレ街区の向こう岸に近いところに浮かんでいるのが発見されたそこはルール関門付近の人里を離れたところからあまり遠くない地点であったこの殺害他殺であることは一目で明らかであったの残虐なこと被害者が若くて美貌であること とりわけ彼女が前に評判が高かったことなどが一緒になって感じやすいパリ人の心に強い反響を呼び起こしたのであったこのような出来事でそんなに広くまたそんなに強く世間を騒がした事件というのを私は思い出せない何週間かというものはこの一つの話題を夢中になって論じ合っていて当時の重要な政治問題さえ忘れられていたほどだった 警視総監も非常な努力を示して、全パリの警察はもちろん全力を挙げてことに当たった最初死骸が発見された時にはその加害者が早速始まった捜査をそんなに長い間逃れることができようなどとは想像もされなかった懸賞金をかけることが必要だと気がついたのは1週間もたってからのことだったしかもその時でさえ、 検証金はフランりだったそのうちに捜査は別に判断力があったわけではないがとにかく根気よく進められて大勢の人が取り調べられたが何にもならなかった一方いつまでたってもこの怪事件の手がかりがちっともないので世間の興奮は大きくなった10日目の終わりには 最初に持ち出された額を2倍にする方が良いということになったが次の週もとうとう何の発見もなく過ぎてパリにはいつもある警察への偏見が何回かの容易ならぬエムートとまでなったで総監は犯人の告発に対してまたは1人以上の連累者のあることが分かった場合には犯人のいずれか1人の告発に対して 2万フランの金額を提供するということにした懸賞金を発表している広告の中には共犯者であっても仲間に背いて証人として出頭する者は完全に無罪とするということが約束されていたまたその他にその広告に出ているところにはどこにも皆警視庁の提供している金額に加えて その上一万フランを提供するという市民委員会の民間刑事が付け加えられていたそれで懸賞金は締めて三万フランを下らないことになったが娘の低い身分や大都会ではこういった惨事が実にたびたび起こることなどを考えるとこれは法外な金額と考えていいのだったもう今では この殺人事件の謎がすぐ解けるだろうということは誰一人疑わなかったしかし一二度解決の見込みのありそうな逮捕が行われたけれどもその嫌疑者を関わり合いとする証拠はちっともなくてすぐに放免された全く不思議に思われるかもしれないが死体が発見されてから3週間過ぎこの問題に少しの巧妙を見いだすようなこともなく過ぎてしまうまで こんなに世間を騒がせていた出来事の噂さえも、リュパンと私との耳には入らなかっったた。のであった我々の全注意を吸収するような研究に没頭していたので2人ともかれこれ1ヶ月近くの間外へ出たこともなければ1人の訪問客を迎えたこともなく1つの日刊新聞の主要な政治記事にざっと目を通しただけであった。 この殺人事件の最初の知らせを我々のところへもたらしたのはジー総監自らであった彼は1800抜発年の7月13日の昼過ぎ頃我々を訪ねてきて夜遅くまで我々と一緒にいた彼は犯人を探し出そうとする自分の努力が全て失敗したのにひどくじれていた彼の評判は 特にパリ人らしい風で彼はそう言ったのだが危うくなっている彼の名誉でさえ気遣われるくらいなのだ公衆の目は彼に注がれているでこの怪事件の進展を助けるためには実際どんな犠牲でも喜んで払おうというのであった彼はそのいくらか珍妙な話のおしまいに彼のいわゆるデュパンのコツなるものについてのお世辞を述べ それから彼に向かってじかに十分に手厚い申し出をしたその申し出が正しくはどんなものであったかを私はここで漏らすわけにはいかないように思うがそれはこの物語の本題とは何の関係もないものであるお世辞の方は友はできるだけ受け流したが申し出の方はその利益は全然家庭的なものではあったけれど彼はすぐさま承諾した この点が決まると総監はすぐに彼自身の見解の説明を始めその合間に証拠についての長々しい注釈を加えただがその証拠の方は我々はまだ手に入れていないのだ彼はとうとうと確かに物知りらしくまくしたてた私は夜がだんだん老けて眠くなってくることを時々ほのめかしてみた デュパンは自分のいつもの肘掛け椅子の中にじっと腰を下ろしてまるでいいうともののゴンゲみたた。であった彼はこの会見の間中眼鏡をかけていたがその緑色の玉の下を時々ちらりと見るだけで送還の立ち去る前のまだるい78時間中ずっと静かにではあったが彼がぐっすりと眠っていたことが私には十分に分かっていたのであった。 翌朝私は警視庁へ行って今までに挙げられたすべての証拠の完全な報告書を手に入れまたいろいろ新聞社を回って始めから終わりまでこの痛ましい事件に関する何らかの決定的な報道を載せているあらゆる新聞紙を一部ずつ手に入れた確実に反証の挙げられていることを一切取り去ればその報道は次のようなものであった マリー・ロジェは 1800×× 年6月22日日曜日の朝9時ごろにパベ・サンタンドレ街の母の家を出た出かけに彼女はジャック・サントゥース・タッシュ氏という男にそしてこの男にだけで、ドゥローム街に住んでいる一人の叔母のところでその日を過ごすつもりだということを告げたで、ドゥローム街というのは 短くて狭いがにぎやかな通りでしからそう遠くなくロジェー夫人の素人下宿からできるだけまっすぐに行って2マイルばかりの距離のところにあったサントゥースタッシュはマリーの言い田づけでその下宿に寄宿し食事もそこでとっていた彼は夕方言い田づけを迎えに行って一緒に家へ連れて帰ることになっていたしかし午後になるとひどく雨が降りだしたので 彼女がおばの家に泊まるだろうと思い、前にもそんなときには泊まってきたから、約束を守らなくてもいいと考えた。日暮れごろ、ロジェー夫人、70歳になる病弱な老婦人であった。が、二度とマリーに謝えまいと、心配そうにつぶやいた。が、このことばは、そのときには別になんの注意も引かなかった。 月曜日になって娘はデ・ドゥローム街へ行かなかったことが分かったそしてその日は何の消息もなくて過ぎ市内や近郊などの数か所に遅まきながら捜索が始められたしかし彼女の失踪した時から4日目までは彼女について何一つ満足なことは分からなかったその4日目6月25日水曜日に セーヌ川のパベサンタンドレ街の向こう側のルール関門の近くを一人の友人と一緒にマリーを探していたボーベイ氏という男が漁夫たちが川に浮かんでいた死体を見つけてちょうど今網で岸へ引き上げたばかりだということを知らされたその死体を見るとボーベイ氏はいくらかためらった後香水店の娘の死体に相違ないと認めた 彼の友人の方はもっと早くそのことを認めた顔はべったりと黒い血にまみれていたその血は口から出たものもあった単に溺死した場合にあるような泡は出ていなかった細胞組織の変色はなかった喉のあたりには傷跡と指の跡とがあった両腕は 胸の上に曲げられ硬くなっていた。右手は握りしめていたし左手の方はいくらか開いていた左の手首には2筋の丸いすりむき傷があった2本の網の跡かまたは1本の綱を二巻きにした跡らしい右の手首の一部分もだいぶすり抜けていて背中一面も同様であったがことに 肩甲骨の辺りがひどかった死体を岸へ引っ張ってくるのに漁夫たちは網を結びつけたがその擦り傷はどれもそのためにできたのではなかった首の肉はひどく腫れていた切り傷らしいものや打撲のためにできたらしい傷は一つもなかった一辺のレースが首の周りに隠れて見えなくなるほどしっかりと結びつけてあるのが発見された それは肉の中へ完全に食いい込んでいて、右の耳の下のところにある結び辺で縛ってあったこれだけでも死因としては十分であった医者は死者の低層について確信を持って証言した彼は重的暴行を受けたというのであった死体は見つかった時には知人たちによって 何の困難もなく認められる状態にあった。衣服はひどく裂けて、その上鳥みたれていた。上着には裾から腰のあたりまで幅一フィートばかりの切れが長く引き裂かれていたが、先取られてはいなかった。その切れが腰の周りを三度ぐるぐる巻いて背中で縄結びにしてくくってあった。上着のすぐ下の着物は薄いモスリンであったが。 この着物から幅18インチの切れがすっかり先き取られていた大変まっすぐにひどく念切りにさいてあったこの切れは首の周りにゆるく巻きつけかたく結んであったこのモスリンの切れとあのレースの切れとに帽子のひもが結びつけてありそれに帽子もついていた帽子のひもの結び方は女結びではなくて 引き結びといわれる水平結びであった死体は身元が分かった後普通のように死体工事所へ持っていかずにそういう手続きは不必要だったので岸へ挙げられた地点から遠くないところに急いで埋葬された亡命の骨折りでことは気をつけてできるかぎり内緒にされ数日の間は少しも世間の騒ぎを起こさずに過ぎたが ととうとうある週刊新聞がこの問題を書き立て死骸は掘り出されて再検視が行われたが前に記したこと以上には何も得られなかったただ今度は着物が死者の母や知人たちに示されて確かに娘が家を出るときに着ていたものだということが十分に証明されたのであったそのうちに騒ぎは刻々に大きくなった 数人が後院さされれたり放免されたりしたサントゥースタッシュは特に嫌疑を受けた彼は最初マリーが家を出た日曜に自分のいたところについてはっきり述べ損なっただがその後でジー氏に苦境書を提出してその日の各時間について十分に説明したのであった時が経ってゆくのに何も発見されないのでいろいろちぐはぐした噂が言いふらされて 新聞記者たちは盛んにいろいろな思いつきを書き立てたその中で最も注意を引いたのは「マリー・ロジェはまだ生きている」「セーヌ川で見つかった死体は誰か他の不運な者の,の死体である」という推測であったその思いつきを具体的に書いた記事を読者に示す方が適当だろう以下は一般に非常な手腕を持って経営されている新聞 レトワール氏からの筑語役であるロジェー城は 1800×× 年6月22日日曜日の朝表向きはでドローム街のおばかあるいは誰か親戚の者に会いに行くと言って母の家を出たのであるそれからのち誰一人として彼女の姿を見たというものもない彼女の行方も消息もちっともわからない その日彼女が母の家を出た後で彼女をちらとでも見たというものは今まで一人も現れないところでマリー・ロジェーが6月22日日曜日の9時以後にこの世に生きていたという証拠は何一つないがその時刻まで彼女が生きていたという証拠はある水曜日の正午12時に一婦人の死体がルール関門の岸に浮かんでいるのが発見された これは、もしマリー・ロジェが母の家を出てから3時間以内に川の中へ投げ込まれたと仮定すると彼女が家を出た時からたった3日きっちり3日しか経っていないしかしもし彼女が殺害されたものとしてもその加害者が真夜中前に死体を川の中へ投げ込むことができるほど早く殺害が行われたと想像するのはバカらしいことだ こんな恐ろしい罪を犯す者は光より闇を選ぶものであるだからもし川の中で発見された死体がマリー・ロジェの死体であるとするならばそれは水の中に2日半あるいは長くてせいぜい3日しか使っていなかったことになるあらゆる経験の示すところによれば歴死体または暴力によって殺害され その直後に水中に投げ込まれた死体が水面に浮かび上がれるだけ腐敗するには6日から10日かかるのである死骸の上で大砲を発射することで死骸が56日水に浸かっていないうちに浮き上がった場合でさえも放っておけば再び沈むものであるそこで遠野だがこの場合に普通一般の成り行きと違うことになったのはなぜであるか もしその死体が火曜日の夜まで惨殺されたままで岸に置いてあったのならば犯人の何らかの形跡が岸に見いだされたであろうそれにまた死んでから2日たって投げ込まれたとしても死体がそんなに早く浮き上がるかどうかも疑わしい点であるその上今想像されているように殺人を犯すような悪感が死体を沈めるのに 重りをつけるくらいの用心はたやすくできたであろうにそれをしないで死体を投げ込むということはどうしてもありそうもないことである記者はここでさらに進んで死体はたった三日だけではなく少なくともその五倍の日数の間水につかっていたに違いないなぜならボーベが認知するのにとても困難だったほどに その死体はひどく腐敗していたからだ、と論じている。しかしこの後の点は立派に反証された翻訳を続けようではボーベ氏がその死体をマリー・ロジェの死体であると確信するというのはどんな事実によってであるか彼は上着の袖を裂いてみて同人に違いないと認定できる証跡を見出したと言っている 世間は誰でもその小跡というのは何か傷跡のようなものであろうと想像したところが彼は腕をさすってその上に毛を見いだしたのであるこれは誰でもすぐに想像できるようないかにもバクとしたことである袖の中に腕を見いだしたというくらい頼りないことである坊米氏はその夜帰らなかったが水曜日の夕方7時 ロジェ夫人にマリー城に関する調査がなお進行中であることを伝言したロジェ夫人が老齢と悲嘆とのために行けなかったと考えるとしてもそれはよほど甘い考えであるがもし死体がマリーのであるとしたら誰か一人くらいは行って調査に立ち会うべきだと考えるものがきっといたに違いないだろうところが誰も行かなかったこの事柄について パサンタンドレ街では何一つ話されもせず同じ建物に住んでいる者にさえ何一つ入らなかったのであるマリーの愛人で言い,い名付けであり彼女の母親の家に下宿していたサントゥースタッシュ氏の証言するところによれば彼はその言い,い名付けの死体の発見されたことをその翌朝ボーベイ氏が彼の部屋へ入ってきて話してくれるまで何も聞かなかったという。 この種の知らせとしては大変冷静に受け取られたことが実に意外であるこんなふうにこの新聞はマリーの親戚の者の,の冷淡さがこの人たちが死骸をマリーのと信じていたとする過程と食い違っているという印象を与えようと努めた同志の言おうとするところはこうであるマリーは 自分の鄭層についての嫌疑を避けるために知人たちの目標を得てこの市から去ったのであってその知人たちはセーヌ川に彼女にちょっと似た死骸が発見されたのを幸いいいかにも彼女が死んだのだと世間に思わせようとしたのであるとしかしレトワール氏はここでもまた急ぎすぎた想像されたような冷淡さは決してなかったということが はっきりと証明されたのであるつまり老婦人は大変虚弱でまた気が転倒していたのでどんな義務も務めることができなかったのだしまたサントゥースタッシュはあの知らせを冷淡に受け取るどころではなく悲しみのあまり気を取り乱し乱暴な振る舞いさえしたのでボージェ氏は一人の友人であって親戚である者に頼んで彼を見張らせ 死体が発掘さされるののの調査の場ににも出ないようにさせたのであったその上レトワール氏は死体が公費で再び埋葬されたことや一家の墓所へ埋葬してはという有利な申し出が家族によってあっさり謝絶されたことや家族の者が一人も葬式に出席しなかったことなどを述べたけれどもレトワール氏は全てこれらのことを同志が与えようとしている印象を一層強めるために主張したけれども 全ては十分に反証を挙げられたのであった同志のその後の号では亡命に嫌疑をかけようとしている同志の記者は言うところが今や事件は一転する聞くところによるとある時 B 夫人なる者がロジェ夫人の家にいた時亡命氏は出がけに彼女に憲兵がここへ来るはずだが 自分が帰るまではその憲兵に何も言ってはいけないすべては自分に任せるようにと言ったそうである現在の情勢では冒兵士は事件の一切を自分の胸の中にしまい込んでいるように見える冒兵士なくては一歩も進むことができないのであるどちらの方向へ行っても彼にぶつかるのだから何かの理由で 彼は自分より他の誰にもその処置に関わらせまいと決心していて男の親戚たちを彼らの申し立てによればとても妙なやり方で遠ざけている彼は親戚の者に死体を見せることをひどく嫌っていたように見えるこのボーベにかけられた嫌疑が次の事実によって一層色濃くなった娘が失踪する数日前 彼の留守中に彼の事務所を訪ねた一人の男が扉の鍵穴に一輪のバラがさしてあって手近にかかっている一枚の石板にマリーという名前が書いてあるのを見たのである我々が新聞紙から集めることのできた限りでは一般の印象はマリーは一段の無効水な圧巻の犠牲になった彼らのために 川の向こう岸へ連れて行かれひどい目に遭わされて殺害されたというのであったしかし広い勢力を持っている新聞「ル・コメルシエル」氏はこの世間一般の考えに熱心に反対した同氏の欄から一二節引用してみる捜査がルール関門に向けられている限り 今まで方向を誤っていたものと信ずるこの若い婦人のように多くの人に知られている人間が3つの街区を通り過ぎる間に誰にも見られないということはありえないそして彼女を見た者は誰でもそのことを記憶したに違いないなぜなら彼女を知っている者は大概彼女に興味を持っていたからである彼女が家を出たのは街路が人でいっぱいになっている時であった 彼女がルール関門へ行くにしてもでドローム街へ行くにしても10人くらいの人の目に留まらないということはありえないしかも彼女の母の家の外で彼女を見たというものは一人も出てこないその上彼女が自分で出かけるつもりだといった証言を除けば実際に出かけたという証拠がないのである彼女の上着は裂かれて体の周りに巻かれ縛られていて それによって死体は荷物の束のようにして運ばれたもし殺害がルール関門で行われたものならばこのような手はずの必要はなかったろう死体が関門の付近に浮かんでいるのが発見されたという事実はそこで水中に投げられたのだという証拠にはならないこの不運な娘のペティーコートの一部が長さ2フィート幅1フィート先取られて それを後頭部から回して顎の下で結んであったが多分悲鳴を立てさせないためであったろうこれは判決を持たない連中のしたことであるしかし総監が我々を訪問してきた一日二日前に少なくもル・コメルシエル氏の論拠の主要な部分を覆すかと思われる ある重要な情報が警察に入ったのであるドリュック夫人なるものの息子である2人の少年がルール関門付近の森の中を歩き回っているうちにふとある深い茂みの中へ入り込んだのだがそこには寄りかかりと足掛け台とのとある腰掛けのような格好をしている3つ4つの大きな石があった上の石には白いペティーコートが乗っていたし次の石には 絹のスカーフがのっていた。パラソルと手袋とハンケチもそこに見つけられたハンケチにはマリー・ロジェーという名前がついていた着物の切れっ端が辺りのいばらの上に発見された地面は踏み荒らされやぶは乱され格闘の行われた形跡は明らかであった茂みと川との間には柵は打ち壊され 地面には何か重い荷物を引きずっていった跡があった。週刊新聞ルーソレイユ氏はこの発見について次のような注釈を掲げた。全パリ新聞の意見の単なる反映に過ぎない注釈であるが、これらのものはみな明らかに少なくも三四週間そこにあったものである。みな雨に打たれたためにひどくかびていて。 カビのたた。めにねばりついていて草はその周りに茂りその上にまで伸びていたパラソルの絹は丈夫だったがその糸は一緒にくっついていた二重になってひだになっている上の部分はすっかりかびていて腐り開くと裂けてしまったやぶのために先き取られた上着の切れは幅3インチ長さ6インチほどであった 一つは上着のへりでそれはつくろってあったもう一つの切れはスカートの一部分でへりはなかったそれらは先き取られた布片のように見え地面からは一フィートばかりの茨のやぶにかかっていたこれによって恐ろしい恐行の現場が発見されたことは少しの疑いもありえないこの発見に続いて 新しい証拠が現れたドリュック夫人の証言するところによれば彼女はルール関門の対岸の川の土手からそう遠くないところに腰掛け茶屋を営んでいるその辺りは特に人里を離れたところでいつも日曜日には市からごろつきどもが川をボートで渡って遊びに来るところであるところで例の日曜日の午後3時ごろ 一人の若い娘が顔色の朝黒い男と一緒にその茶屋へやってきた二人はここでしばらく休んでいたそこを出ると彼らは近くの茂った森の中へ行ったドリュック夫人は娘の着ていた衣服に注意を引かれたそれが亡くなった親類の娘の着ていたのと似ていたからであるスカーフは事に目に留まった 2人が出て行ってから間もなく一団のブライカンどもが現れて大騒ぎをし感情も払わないで食ったり飲んだりしてあの若い男と娘との行った同じ道の方へ行ったが日暮れ頃茶屋へ戻ってきて大変急いでいるような様子で再び川を渡って帰っていったドリュック夫人とその長男とが茶屋の近くで一人の女の悲鳴を聞いたのはその日の夕方 暗くくななっってから間もなくのことであったその悲鳴は激しいものだったが長くは続かなかったドリュック夫人は茂みの中で発見されたスカーフばかりでなく死体が着ていた衣服をも見覚えていた乗り合い馬車の御車バランスもまた今度証言したところによると彼はマリー・ロジェが例の日曜日にセーヌ川の渡船場を 顔色の浅黒い若い男と一緒に渡っていくのを見たこのバランスという男はマリーを知っているので彼女を見違いするはずはなかった茂みの中で発見された品はマリーの親戚によって彼女のものに相違ないと十分に認められたデュパンの提言によって新聞紙から私がこのように集めた証拠や情報の中には この他にもう一つだけ含まれていた。がこれは一見なかなか重大なものであった前に述べた着物が発見されたすぐあとにマリーの婚約者サントゥースタッシュの死体というよりも瀕死の体が今では全ての人が凶行の現場と考えている場所の近くで見つかったのであるアヘンチンキというレッテルを貼った空のガラス瓶がその傍らにあった 彼の呼吸は毒を飲んだことを示していた彼は一言も言わずに死んでしまった一通の手紙を身につけていたがそれは簡単にマリーに対する愛と自殺の計画とが述べてあった君には言うまでもないことだがとリュパンは私の,思い私の覚書を読み終えてしまうと言ったこれは。 モルグアイの事件よりはずっと込み入った事件だねあれとは一つの重要な点で違っているこれは凶悪ではあるがありふれた犯罪の一例なんだ特に異様なところは少しもないこの理由のためにこの怪事件は解決が困難だと考えなければならないようにこの理由のために解決が容やすいと考えられてきたのだということは君にはわかるだろう そんなわけで最初は懸賞金を出す必要がないと思われたんだね G の部下たちはこのような教行がどうしてまた何で行われたのであろうかということをすぐに了解することができた彼らは想像で方法をたくさんの方法をそれから動機をこれもまたたくさんの動機を描くことができたそしてこういう多くの方法や動機は どれもみんな実際の方法や動機であり得るということが不可能でなかったものだから彼らはその中の一つが実際のものであるに違いないと思っているのだだがいろいろな思いつきが浮かびやすいということやそれがどれもこれもいかにももっともらしいということはこの謎を解き明かすことのたやすさよりもむしろその難しさを示すものと考えなくちゃならないんだよ 僕が前に言った通りもしも理性が真実なものを探して進むのならば上等なものの面から突き出たものを手がかりにすることによってであってまたこういった事件についての正しい質問はどんなことが起こったかということよりも起こったことの中で今まで全然起こったことのないのはどんなことかということなんだレスパネ夫人の家での調査の時には G の手首との連中は正しい知力を持っている者には一番確実な成功の前兆を与えるはずのあのひどく波外れな点にがっかりしまごついてしまったところが香水売り子の事件では目につくことがみんな普通のことばかりなのでその正しい知力を持っている者でも絶望してしまったかもしれないそれなのにそれがまた警視庁の役人どもには たやすい勝利を示すものとしか見えなかったというわけさレスバレー夫人母子の事件では我々が調査を始めた時から他殺であったことは何の疑いもなかった自殺という考えはすぐに片付けられたんだ今度もやはり初めから自殺ではなかろうかという推定は一切しなくてもいいルール関門で見つかった死体はこの重要な点について我々が当惑する余地のないような事情で見つかったのだ しかし発見された死骸はマリー・ロジェではないとも言われているそのマリー・ロジェの加害者の告発に対して懸賞金が出されているのだしまたそのマリー・ロジェに関してだけ我々は送還と契約をしているのだ我々は二人ともあの送還をよく知っているあの方をあまり信用するのもよくないだろうなもし見つかった死体から我々の調査を始め それから犯人を探し出してもその死体がマリー以外の誰かの死体だと分かったとしたらあるいはまたマリーがまだ生きているということにして捜査を始めてまだ殺されていない彼女を見つけたとしたらどちらの場合にしても我々は骨折り損になる何しろ我々の相手にしているのは磁石だからねだから裁判の目的のためでないとしても 我々自身の目的ののためには、我々の第一歩はあの死体がまさに行方不明になっているマリー・ロジェに相違ないということを決定することでなければならんということになるのだよ大衆にはレトワール氏のあの議論は勢力を持っているまた同志自身もあれの重要さを確信していることはあの題目についてのある論説の書き出しぶりでわかるだろうそれには 当日朝刊の初新聞は「月曜日のレトワール氏の断定的な論文について語っている」と書いてあるんだところが僕にはこの論文はその記者の熱心さについてのほかにはほとんど断定的だとは思えないね一般に新聞紙の目的とするところは真実を追求することよりもむしろセンセーションを作り出すこと 議論を立てることだということは覚えていなければいけないね先の目的はただ後の目的と一致するように思われる時にだけ追求されるのだよ普通の意見にその意見がどんな根拠のあるものとしてもだ同意しているだけの新聞はモブの人気を得るもんじゃない大衆というものは一般の考えに辛辣な反対を述べる人だけを 考え深い人だだと思うものだよ推定においても文学においてと同様に一番早くまた一番広く理解されるのはなんだどっちの場合でもそいつは一番価値の低い代物なんだがね僕が言いたいと思うのはこのマリー・ロジェがまだ生きているという考えをレトワール氏に思いつかせまた公衆がそれを歓迎したのは それが少しでも真実らしいからだというよりもただその中に経クと鳴り物芝居とがごっちゃになっているからだということなんだよこの新聞の議論の項目を調べてみようじゃないかそれに最初から何かつ褄つまの合わぬところを論破するようにやってみようこの記者の第一の目的はマリーの失踪から死体の発見までの期間の短いことでもってこの死体は マリーの死体ではありえないということを示すことなんだそこですぐにこの期間をできるだけ縮めることがこの論者にとって一つの目標となるこの目標を追求するに焦って彼は初めっからただの過程に飛び込んでしまうんだよもし彼女が殺害されたものとしてもその加害者が真夜中前に死体を川の中へ投げ込むことができるほど 早く殺害が行われたと想像するのは馬鹿らしいことだとだ彼は書いているねそこで我々はすぐにまたいかにも自然になぜかと尋ねる娘が母親の家を出てから5分以内に殺害が行われたと想像するのはなぜ馬鹿らしいかその日のどんな時にでも殺害が行われたと想像するのはなぜ馬鹿らしいかどんな時刻にでも 今まで人殺し,はあったのだしかしこの殺害が日曜日の朝9時から夜の12時15分前までの間のどの時刻に起こったとしてもそれでも真夜中にならぬ前に死体を川の中へ投げ込む暇はあったろうそこでこの過程は正確にはこうなる殺害は決して日曜日に行われたのではなかった そしてもしレトワール氏にこう仮定することを許すなら、どんな勝手を許したっていいわけだよ。もし彼女が殺害されたものとしても、うんぬん、で始まる一節は、レトワール氏に印刷されたところでは、どう見えようとも、その記者の脳裏には実際はこんな風に考えられているのだと想像してもいいね。もし殺害が行われたものとしても、その加害者が、 真夜中前に死体を川の中へ投げ込むことができるほど早く殺害が行われたと想像するのは馬鹿らしいことである。以上全てのことを想像するのは馬鹿らしいことであるが同時に記者が想像しようとするに死体が真夜中以後まで投げ込まれなかったと想像するのも馬鹿らしいことである。とねこれはいかにも筋道の立たない文章だが。 あの印刷された文章ほど点で馬鹿げたものじゃないよ僕の目的がとデュパンはこう続けたレトワール氏の議論のこの説を反駁するだけでいいのなら僕はそれをそっとそのままにしておいたろうだが我々の相手にしているのはレトワール氏ではなくて真実なのだあの問題の文章はこの場合ではただ一つだけの意味を持っている そそしてその意味を僕ははっきり述べた。が大切なことは単なる言葉の背後まで見通してこれらの言葉がはっきり伝えようとして伝えられなかった考えを見抜くことだ記者の言おうとしたつもりは日曜日の昼あるいは夜のどんな時刻に殺害が行われたにしてもその犯人が真夜中前に死体を川に運ぶような危険を冒すなんてことはありそうにもない とということなんだよ。そして実際ここに僕の不服の過程があるのだつまりこの過程だとどうしても川へ死体を運ぶことが必要なような場所でまたそのような事情のもとで殺人が行われたのだということになるところで殺害は川の水際であるいは川の上で起こったかもしれないとすると昼夜のどんな時刻だろうが 死体を川の中へ投げ込むことが一番手軽な一番手っ取り早い処分の方法として用いられたかもしれないよ君には僕が君には僕がここで多分こうだろうということやまだ自分の意見と一致していることなどを言っているのではないことは分かるだろう今までのところでは僕の言おうとしたことはこの事件の真相とは何の関係もないのだ僕はただ レトワール氏の提言の全体の調子が最初から変化な性質のものであることに君の注意を向けてもらって君を警戒させようと思うだけなんだ自分が前に持っていた味方に合うように範囲を定めておいてもしこれがマリーの死体であるなら水の中に使っていたのはごく短い時間でなければならぬと仮定しておいて同志は続けてこう言っているあらゆる経験の示すところによれば歴史体 または暴力によって殺害されその直後に水中に投げ込まれた死体が水面上に浮き上がれるだけ腐敗するには6日から10日かかるのである死骸の上で大砲を発射することで死体が56日水に浸かっていないうちに浮き上がった場合でさえも放っておけば再び沈むものであるとねこの主張はル・モニトゥール氏のほかにはパリの全新聞に黙認されてきている そのル・モニトゥール氏は溺死したと認められた人の死体がレトワール氏の主張よりも短い時間内に浮き上がった例を5つ6つ引用してあの記事の歴史体に関する部分だけに反対しようと努めているのだけれどもレトワール氏の一般的な主張を反駁しようとするのにそれと相反する特殊な例を引用しているル・モニトゥール氏のやり方にはひどく非論理的なところがあるね。 23日のうちに浮き上がった死骸の例を5つくらいではなくて50も挙げることができたとしてもだレトワール氏の法則そのものが論破されるまではその50の例はやはりその法則の例外としか見なすことができないだろうからなその法則を認めるならル・モニトゥール氏はそれを否定しないでただその例外を主張しているだけなんだがレトワール氏の議論は少しもその効力を失わない なぜかといえばあの議論は3日以内に水面に浮き上がる死体の降参の問題以上のものを含んでいるようなふりをしてはいないんだからまたこの降参性ならばあのル・モニトゥール氏の子供らしく挙げた例が反対の原則を立てるくらいの数になるまではレトワール氏の方が有利だろうねそこでもし仮にこの点について議論しようとするなら それは全て法則そのものに対してでなければならんということは君にはすぐわかるだろうそしてこの目的のためには我々はその法則の理論的根拠を調べなければならない一体人間というものは一般にセーヌ川の水よりは大して軽くもなければ大して重くもないものだつまり人体の比重はその自然な状態の時には それののの排除する淡水の容積にほとんど等しいのだ。骨が細かくて脂肪の多い肥えた人や一般に女の体は痩せた骨太の人や男の体よりも軽いまた川の水の比重は海から来る潮のためにいくらか影響されるだがこの潮のことを問題にしないとしても淡水の中でさえ 人間の体が一人手にすっかり沈んでしまうということは大変少ないと言っていいのだ川の中へ落ちた時水の比重と自分自身の比重とをうまく平行させるならつまりできるだけわずかな部分を除いて全身を水の中へ浸せるならほとんど誰でも浮いていることができるだろう泳ぐことのできない人にとって適当な姿勢は陸上を歩く人のようにまっすぐになり 頭を十分後ろへぐっと引いて、水に浸らせ口と鼻孔とだけを水面に出しておくことだそうすれば別に困難もなく骨も折らずに浮いていることができるだろうしかし体の比重と排除された水の溶石の比重とは非常に精密に均衡を保っているんだからちょっとしたことのためでもこの均衡が破れることは明らかだ例えば 片腕でも自らあげればそのためにそれだけの指示を失って重さを加えて頭全体が水に浸ってしまうしまたちょうどよくごく小さな木片の助けでもあれば辺りを見渡せるくらい頭をもたげることができるだろうところで泳ぎに慣れていない者がもがく時には両腕を必ず上へ突き上げまた頭をいつものように垂直の位置にしておこうとする。 その結果は口や鼻孔が水に浸かり水面の下で呼吸しようとするので肺の中へ水が入ることになる胃の中にもたくさん入り全身はこの肺や胃の中にもともと入っていた空気の重さと新たに入ってきた水の重さとの差だけ重くなってくるこの重さの差は普通一般には体を沈ませるには十分だが骨の細い 筋肉あるいはまたは脂肪質の異常に多い人の場合には不十分なのだそういう人は溺死した後も浮いているものだ死骸が川の底にあると想像すると何かの手段によって再びその比重が排除している水の溶石の比重より小になるまではその死骸は沈んだままでいるその比重が小になるのは腐敗のためやその他の原因でなるのだ 腐敗するとその結果ガスが発生しそれが細胞組織やあらゆる体抗を膨張させまたあの恐ろしい膨れ上がった形相に刺さるこの膨張がだんだん進んで死骸の溶石がひどく増せばそれに相応して質量すなわち重さが増さないものだからその比重は排除する水の比重よりも小になり すぐにに水面へ現れるる、ことになるとないうわけだ。しかし腐敗は無数の事情によって加減される無数の作因によって早くなったり遅くなったりする例えば季節が暑いか寒いかにもよるし水が抗物質を含んでいるかいないかにもよるし深いか浅いかにもよるし流れているかよどんでいるかにもよるし死体の体質にもよるし。 死ぬ前に病気にかかっていたかいなかったかにもよるだが死骸が腐敗のために上がってくる時期を少しでも正確に決めるなんてことのできないことは明白だよある事情ではこの結果は1時間たたぬうちに起こるだろうしまた他の事情では全然それが起こらないかもしれない動物の体を永久に腐敗させないでおく科学的注入物がある 塩化第二水銀などはその一つだ。が腐敗とは別に生物性物質の酢酸発酵のために胃の中あるいはまた別の原因のために別の対抗中にガスを発生して体を水面へ浮かび上がらせるだけ膨張することがありうるしまたごく普通にある大砲の発射によって生ずる効果は単に振動の効果だそうすれば死骸が その埋まっている柔らかな泥つまり川底の南嶺から緩められそのために他の作品にとうにその準備ができてさえいれば浮かび上がるかもしれないあるいはまた細胞組織の鎖りかかった部分の粘着質に打ち勝って太鼓をガスの力で膨張させるのかもしれんこんなふうにこの問題についての全理論を前にすれば我々は それによってあのレトワール氏の主張をたやすく検討できるこの新聞はこう言っているねあらゆる経験の示すところによれば歴死体または暴力によって殺害されその直後に水中に投げ込まれた死体が水面に浮かび上がるだけ腐敗するには6日から10日かかるのである死骸の上で大砲を発射することで 死骸が56日水に浸かっていないうちに浮き上がった場合でさえも放っておけば再び沈むものであると今になってみるとこの一節は矛盾と同着とで固まったものとしか見えないわけだあらゆる経験は溺死体が水面に浮き上がるに足るだけの腐敗をするには6日から10日かかるなんてことを示してはいない科学も経験もともに 浮かび上がる期間が不定であってまた当然そうでなければならないということを示しているのだよそれからもし大砲が発射したために死体が水面に浮き上がったとすれば腐敗がもっとひどく進んで発生したガスが漏れてしまうくらいになるまでは放っておいても再び沈みはしないだろうだが僕は溺死体と 暴力によって殺害されその直後に水中に投げ込まれた死体との区別に君の注意を向けてもらいたいと思うね記者はこの区別を認めてはいるけれどしかも彼はその両方を同一の範疇に含めている僕はさっき溺れた人の体がそれと同じ溶石の水より比重が重くなるわけや彼がもがいて腕を水面の上へ上げたり 水面の下で呼吸をしようとしてあえいだりあえいでもともと空気の入っていた肺の中に水を入れたりしなければ決して沈まないわけを話したねところが暴力によって殺害されその直後に水中に投げ込まれた死体だとこんなようにもがいたりあえいだりしやしないだから後者の場合では死体は原則として決して沈まない この事実をレトワル氏は確かに知らないんだ腐敗がとても広く進んでいるなら肉がかなりたくさん骨から落ちているならその時こそ死骸は沈んでしまうがそれまでは水面から見えなくなることは決してないよそうなると見つかった死体はマリー・ロジェーノであるはずがないなぜなら3日しかたたないのにこの死体は浮いていたのだから とという議論を我々は解釈すべきかね。もし彼女が溺れたものとしても女だから沈まなかったのかもしれないあるいは沈んでも24時間かもしくはそれ以内に再び浮き上がったかもしれないだが誰だって彼女が溺死したのだとは思いはしないんだとすると川へ投げ込まれる前に死んでいたのだからその後のいつだって 浮いていてるのが見つかかったかもし,れないわけだよしかしもしその死体が火曜日の夜まで惨殺されたままで岸に置いてあったのならば犯人の何らかの形跡が岸に見いだされたであろうとレトワール氏は書いているこいつはどうも全く最初のうちは論者の意向を知るに苦しむね彼は自分の想像していることが 自分ののの理論の反対であるることとを予想しようとするのだつまり死体は2日岸に置いてあって急速に腐敗した水に浸かっている場合よりももっと急速に腐敗したという想像だね。彼はもしそうだとすれば水曜日に死体は浮き上がったかもしれんと仮定しまたそのような事情のもとでだけ それは水面に現れうるだろうと考えているがそこのところで彼は急に慌てだして死体は岸に置いてあったのではなかったのだということを示しているもし騎士に置いてあったのなら犯人の何らかの形跡が岸に見いだされたであろうからというのだこの論断には君も吹き出すだろうと思うね 死骸を騎士にただ長く置くことがどうして加害者の形跡を増すことができるのか君にはとてもわかるまい僕にだってわからんさこの新聞は続けてこう書いているその上今想像されているように殺人を犯す悪漢が死体を沈めるのに重りをつけるくらいの用心はたやすくできたろうにそれをしないで死体を投げ込むということはとてもありそうにないことである とねこの笑うべき思考の混乱を見たまえ誰だってレトワール氏だってあの死体が他殺体だということには異論はないのだ暴力の後はあまりにもはっきりしてるんだからね単にこの死体がマリーの死体じゃないということを示すだけがこの論者の目的なのだ彼はマリーは殺されていないということを証明しようとしているので あの死骸は多殺体では殺でないといととうことを証明しようとしていいるんじゃないそれなのに彼の言ってることはこの後者の点だけを証明しているんだぜここに重りをつけない死骸がある殺害者ならばそれを投げ込むには重りをつけないはずはないだろうだからその死骸は殺害者によって投げ込まれたものではない証明されていることといえばこれだけだ もし何かが証明されているならだね死体。死体の身元鑑定の問題などには触れてもいないのだそしてレトワール氏はたった今認めたばかりのことを今度は否定するだけのために大いに骨折ったんだ発見された死体が殺害された婦人の死体であることを完全に確信すると前に書いているんだからね この論者が知らず知らずに自分の意向と反対なことを論じている例はこの問題のこの部分だけでもこれ一つだけじゃない彼の目標は僕がさっき言ったように明らかにマリーの失踪から死体発見までの間の期間をできるだけ縮めることにあるのだそれなのに彼はあの娘が母親の家を出てからのち誰も彼女を見た者がいないという点を言い張っているね マリー・ロジェが6月22日日曜日の9時以後にこの世に生きていたという証拠は何一つないと言っているのさ彼の議論なるものが明らかに偏ったものなんだからいっそのことこんな問題は放っておくべきだったんだなぜかといえばもし誰かが月曜日とか火曜日とかにマリーを見たということが分かっているんなら問題になっている期間がよほど縮められるし 彼の推理の仕方によれば死体があのクリゼットのであるという見込みがよほど少なくなるだろうからねそれなのにレトワール氏が全体の議論を促進するつもりであの点を主張しているのは随分滑稽だね今度はあの議論の中のボーベイのした死体の身元鑑定に関する部分をもう一度読んでみたまえ腕の毛のことについてはレトワール氏は明らかに誠意のないやり方をしている ボーベ衛氏はバカじゃないんだから死体の身元鑑定をするのにただ腕に毛があるというだけのことを言い張るはずはない毛のない腕なんてありゃしないよレトワール氏のざっとした書き方は証人の言葉遣いをわざと曲解しただけのものだおそらく証人はこの毛の中にこの毛の何かの特殊性について話したに違いない多分色とか量とか 長さとか場所とかの特殊性であったに違いないのだまたこの新聞にはこんなことが書いてあるんだよ彼女の足は小さかったというが小さい足はいくつもある彼女の靴下留めは何の証拠にもならない靴も同様である靴や靴下留めはそろいで売っているからだ彼女の帽子の花についても同じことが言われよう 孟米氏が強く主張している一つのことは靴下止めを縮めるためにその留め金がずらしてあったということであるこれは何にもならぬなぜならば大抵の婦人は靴下止めを家へ持って帰ってから自分たちの足の大きさに合わせるもので買った店でそんなことをしようとはしないからであるとねこれでは論者が真面目に言っているものとはどうにも思えないな ボーベイ氏がマリーの死体を探しているうちに体の大きさや顔つきがその行方不明の娘に似ている死体を発見したなら服装の問題には全然触れないでもこれこそ彼女だと思い込んでもまあ仕方ないだろうよもしこの大きさや体つきの点のほかにその腕に生前のマリーに見ていた特殊な毛の生え方を見つけたなら 彼のその考えが強められたのは当たり前のことでその確実性は毛の特殊性あるいは波外れた点に比例して真下に違いないもしマリーの足が小さくてその死体の足もやはり小さかったならその死体がマリーの死体であるという光算性の増加は単に算術的な比率の増加ではなく実に幾何学的あるいは累積的な比率の増加だったろう。 しかもその上に彼女の失踪した日に履いていたような靴を加えてみたまえそうすればたとえその靴が揃いで売っているものとしてもその降参性はほとんど確実と言えるくらいにまで増大するだろうよそれだけでは身元鑑定の証拠にはならぬものでも確証するような地位に置かれるとごく確実な証拠になるものだそれにまた あの行方不明の娘のつけていたのと似ている帽子の花があればたった一つの花があっても我々はその上もう何も求めはしないとすると二つ三つあるいはそれ以上あったらどうかね次々の一つ一つは倍の証拠だ前の証拠に加えられた証拠ではなくて何百倍にも何千倍にも倍化された証拠なんだ 今度は生きていた時に使っていたような靴下止めをその使者がつけているのを発見したとするならこの上詮索を続けるのはほとんど馬鹿げきったことだしかもこの靴下止めはマリーが家を出る少し前に彼女がしていたのと同じような具合に止め金をずらして引き締めてあるんだぜこれでもまだ疑うというのは強靭か嘘つきだよ 靴下止めをこんな風に縮めるのは普通よくあることだとレトワール氏が言っているのは同数のすくいがたい思い違いを示す以上のものじゃない留め金付きの靴下止めが伸縮自在の男性を持っていることは縮めるなんてことの普通ないことをおのずから明示している一人で調節するようにできているものは何もわざわざ別に調節する必要などめったにない何もわざわざ 別に調節する必要などめったにないマリーの靴下止めが今言ったように引き締める必要のあったのは最も厳密な意味でよほど偶然なことであったに違いないねこれ一つだけでも彼女の身元を決定するのに十分だったろうあの死体が行方不明になった娘の靴下止めをつけていたということではなくあるいは彼女の靴を履いていたということでもなく 彼女の帽子をかぶっていたということでもなくその帽子に花をつけていたということでもなく足が似ていたということでもなく腕に特別な印があったということでもなく大体の大きさや顔つきが似ていたということでもなくてこの死体がそのどれもこれもみんな一緒に備えていたということなんだレトワール氏の記者がこういった事情にあって なお本当に疑いを抱いていたということが確かめられるなら彼の病床は精神鑑定をするまでもないくらいさ彼は弁護士たちの無駄話を口まねすることをもって聡明と心得ているんだよその弁護士なるものは大部分法廷の四角ばった命令書の口まねをして満足しているものなんだがね僕はここでついでに言うが 法廷が証拠にならないものとして却下するものの中には、知者にとって最上の証拠になるものがずいぶんたくさんある。なぜかというと、法廷というものは証拠の一般の原則、承認された書物に書いてある原則に従って動くので、特殊な例に出会ってもそれからそれることを嫌うからなんだ。そんなふうに原則を頑固に守って、 それに出会わない例外をさっさと無視するということは長い間には獲得できる最大限の真理を獲得する一つの確かな方法だだから裁判のやり方は全体としては理論的ではあるがそれにもかかわらず個々の誤りを無数に生ずることもやはり確かなんだ亡命に当てこすりを言っていることなんぞは君は一言で受け流してしまうだろう この善良な紳士の真の性格は君にはもう分かっているからね彼はロマンティックなところの多分にある分別の足りない世話好きなんだこんな気質の人間は誰でも本当に興奮している場合には鋭敏すぎる人や悪意のある人には嫌疑をかけられやすい振る舞いをしがちなものだモーベイ氏は君の覚書で見たところではレトワール氏の記者と直接に会って あああののの死死体体は記者の説がどうであろうででろととマリーの死体であると主張して、その記者を怒らせたようだね。その新聞は彼はあくまであの死体がマリーの死体であると主張するが記者が論じた点の他には他人を信じさせるような事柄は一つも挙げることができないのであると書いているところで他人を信じさせるようなあれ以上に有力な証拠など 決して挙げられるはずのなかったことは別に言わないことにしても人というものはこんな時には相手を信じさせる理由を一つも提出することができなくても自分では十分に信じていることがあるということは注意しなければならん個人の見覚えの印象ほど漠然としているものはないのだ誰でも自分の隣人を見知ってはいるがすぐにその見知っている理由を挙げられる場合は少ない レトワール氏の記者はボーベイ氏が理由なくして信じているのを怒る権利はなかったのだあの男を包んでいる疑わしい事情は流罪だとするこの論者の提言よりもロマンティックな世話好きだとする僕の家庭の方にずっとよく符合していることがわかるだろう一度一度もっと寛大な解釈をすればあの鍵穴のバラの花だって石板にマリーと書いてあったことだって 男のの親戚のものを遠ざけたことだって、彼らに死体を見せることを嫌ったことだって B 夫人に彼が帰ってくるまでは憲兵と話してはいけないという警告を与えたことだってまた最後に彼が自分以外の誰にもその処置に関わり合わせまいと決心しているらしいことだってみんなたやすく理解できるだろう僕にはボーメイもマリーに言い寄っていた男の一人であったことや 彼女の方が彼に色っぽい素振りを見せたことや彼が彼女から十分に親しまれ信頼されていると思われたがっていたことは疑いのないことのように思われるなこの点についてはこれ以上は言うまいそれから母親やその他の親類の者たちが霊淡であったということ彼らがその死体をあの香水売子の死体だと信じていたと仮定すると どうもこの冷淡は矛盾しているということについてのレトワール氏の主張はもはや完全に反証が上がっているんだから我々はもう身元鑑定の問題は十分満足に決定したということにして話を進めるとしようじゃあねとここで私は尋ねた君はル・コメルシエル氏の意見をどう考えるかねあの意見は本質においては この問題について発表されたどの意見よりもずっと注意に値するものだよ前提から演劇していくところは理論的だし鋭敏だけれどもその前提が少なくとも2つの点で不完全な観察をもとにしているんだねル・コメルシエル氏はマリーが母親の家からあまり遠くないところで過当な圧巻どもに捕まったということを知らせようとしている この若い夫人のように多くの人に知られている人間が3つの外区を通り過ぎる間に誰にも見られないということはありえないと論じているねこれは長年パリに住んでいる人しかも公人でこの市中で歩き回るところが主として役所の辺りに限られている人の考えだよそういう人は自分が役所から10くらいの外区を通る間に 誰かにに会っっったたたりり挨拶されたりしないたないいいここととがめを知っているで彼は自分が他人を知っている範囲と他人が自分を知っている範囲とを知っているので自分の有名さとあの香水売子の有名さとを比べてみてその間に大した違いのないことを認めそれからすぐに彼女は街を歩いているうちに自分と同じくらいの顔見知りの人に会うだろうという結論に来るのだね。 これは彼女の外出が彼の外出と同じようにいつもちゃんと決まっていてまた同じ限られた区域の中である場合にだけそうなるだろう彼の職業が似たり寄ったりなので自然に関心を持って自分の姿に注目しがちな人々のたくさんいる一定の地域を一定の時に行ったり来たりしているのだしかしマリーの歩くのはまず漫然としたものと考えてもいいね ことに今度のような場合には彼女の通り慣れた道筋よりもよほど違った道を通っていったということがいかにもありそうだということはわかるだろう。ル・コメルシエル氏が心の中で考えていたと我々の想像するあの比較はその2人がパリ全市を通り過ぎる場合だけ正当と認められるにすぎないその場合には知り合いの数が等しいとすれば出会うチャンスもまた等しくなるわけだからね。 僕としてはマリーが何時頃かに彼女の家と叔母の家との間のたくさんの道筋のどれか一つを通っていって彼女が知っている人や彼女を知っている人に一人も会わなかったということは単にありうることだけではなくほとんど確実なことだと思うなこの問題を十分正しく判断するにはパリで最も有名な人たりともその個人的な知人の数とパリの全人口との間には まるるで比較になならぬ大きな差があるということをしっかり心に持っていなければならないのだしかしル・コメルシエル氏の提言にまだどんな力が残っているように見えてもあの娘が出かけた時刻のことを考えれば大いにその力が減ってしまうだろうよ彼女が家を出たのは街路が人でいっぱいになっている時であったとコメルシエル氏は言っているだがそうじゃない あれは朝のの時だったのだ。ったところで1週間のうち日曜日を除いては毎朝の9時にはこの市の通りはいかにも人で雑踏しているところが日曜日の9時には人々は大抵家の中にいて教会へ行く用意をしているのだ注意深い人なら毎安息日の朝から8時頃から10時頃までの 町の妙にひっそりした様子に気のつかぬはずはない10時から11時へかけては町は雑踏するが今言っている時刻のように早い頃はそうじゃないよもう一つル・コメルシエル氏の観察の不足と思われることがあるこの不運な娘のペティコートの一部が長さ2フィート幅1フィート先取られてそれを後頭部から回して首の下で結んであったが多分 悲鳴を立てさせないたためであったろうこれは「判決を持たない連中のしたことである」とあの新聞は書いているこの考えが十分根拠のあるものかないものかは後で考えてみることにしようだが記者は「判決を持たない連中」という言葉で最も過当な悪感を意味しているねところがこの種の人間こそシャツのない時でさえ判決はいつも必ず持っているものなんだ 真の悪党にとっては近年判決というものが絶対的に書くことのできないものになってきたことは君も気がつく折があったに違いないじゃあルー・ソレイユ氏の記事はどう考えたらいいだろうねと私は尋ねたあの記者がオウムに生まれなかったのは実に残念なことだよそうしたらその仲間じゃ一番立派なオウムになっていたろうがね彼は これまでに発表された意見を一つ一つ口まねしているにすぎんのさそいつを称賛すべき勤勉さを持ってあれこれの新聞紙から集めてねこれらのものは全て明らかに少なくも34週間そこにあったものであるそしてこの恐ろしい凶行の現場が発見されたことは少しの疑いもありえないのであると彼は言っているここで ル・ソレイユ氏の再説している事実は実際とてもこのことについての僕自身の疑問を取り除いてくれるものではないねで我々はそれをこの問題の他の部分と関連して後でもっと詳しく調べることにしよう今は我々は他の調査をやらなければならない君は死体の検査がひどくいい加減だったことに気がついているに違いない なるほど、身元鑑定の問題は簡単に決まったしそうあるべきでもあったがその他にまだ確かめるべき点があったんだ死体には何か持ち物で略奪されたものはなかったか被害者は家を出るときに何か宝石類を身につけてなかったかもしつけていたなら発見されたときにもつけていたかこれらの大事な問題に全然証拠が上がっていないのだ それに、他にも同じくらい重大なことで何の注意も払っていない問題もある我々は自分で調査して確かめてみなければならんサントゥースタッシュの件ももう一度調べる必要がある僕は何もあの男を疑っているのではないが順序を立てて進めていくことにしようじゃないか彼の日曜日のアリバイについて苦境書が正確であるかどうかを我々はよく確かめてみよう この種の苦境書はよく事をごまかす元となるものだしかしそれに何の間違いもなかったらサントゥースタッシュを我々の調査からのぞくことにしよう彼の自殺は苦境書に偽りがあると分かれば嫌疑を強めようがそういう偽りがなければ決しておかしい事柄でもなければ普通の分析方針から我々を反らせるほどの必要のある事柄でもない僕の今やろうという方針では 我々はこの惨劇の内部の書店を放棄してその外角に注意を集中しようというのだ今度のような調査に非常によくある誤りは探索を直接の出来事だけに限って合計的のあるいは付随的の出来事をまるで無視することだね証拠や弁論を外見上の関係のある限界に制限するというのが法廷の悪い習慣だよだが 真理というものの多くがおそらく大部分が見たところ何の関係もないものから出てくるということは経験が今まで示してきたしまた真の理論も常に示すところだろう近代科学が予知されないものを予想しようとしているのは正確に時期通りにそうではないにしてもこの原則の精神によってなのだしかしこれでは多分君には僕の言うことがわかるまい 人間の知識の歴史は最も多くのまた最も価値のある発見が冒険的のあるいは不対的のあるいは偶然的の出来事のおかげであることを絶えず示してきているのでとうとう将来の進歩の見込みを立てるにはいつでも必ず偶然の原因によって生じまた普通の予想の全然範囲外のところから生ずる発明をよほどどころではなく できるだけ考えてみることが必要となってきているのだ今まであったものにあるべきものの幻影の基礎を置くのはもう理論的ではない偶然は基礎工作の一部分として認められているのだ我々は偶然の出来事を完全な予測の事柄としている予想されず空想されないものを我々は学校の数学の公式にしているのだ繰り返して言うが あらゆる心理の大部分が冒険的なものから発生してきたということは確かな事実なんだで僕はただこの事実に含まれている原則の精神に従って今度の場合も探索を事件そのものの何度も調べられたが今までのところ何の効果もなかった方面からその事件を取り巻く当時の状況に転じたいと思うのだ君が ああの苦境書が正確確であるるかかかどうかを確かめている間に、僕は君が今までやったよりももっと広く新聞紙を調べることにしようこれまでのところでは我々はとうに調査済みの範囲を調べてみたに過ぎないがこれから僕がやろうと思っているような新聞のあらゆる調査をやってみても探索の方向を確立するような何か詳細な事項が上がらなかったならばそれこそ全く不思議だろうよ デュパンの言葉に従って私は苦境書の時効を念入りに調査してみたその結果それが正しかったこと従ってサントゥースタッシュが無罪であることを確信するようになったその間にデュパンはいろいろな新聞紙のつづり込みを私にはまるで無意味と思われるくらいの綿密さで調べていた1週間たったから彼は私の前に 次のような抜き書き書を置いた。3年半ばかり以前この同じマリー・ロジェがパレ・ロワイヤールのル・ブラン氏の香水店から姿を消して今回のと大変よく似た騒ぎを起こしたことがあるしかし1週間たつと彼女はいつもよりは少し青ざめていたが他は前と同じ様子で自分の売り台に再び現れたル・ブラン氏や彼女の母は 彼女はただ田舎の友達のところへ遊びに行ったのだと言い事件はすぐに収まってしまった今回の失踪も同じ気まぐれであり一週間か一ヶ月も経てばまた帰ってくるだろうと思われるものである「夕刊新聞6月23日月曜日」昨日の一夕刊新聞はロジェ城の以前の不可解な失踪について語っている 彼女がル・ブラン氏の香水店にいなかった1週間ある有名な放灯者の若い海軍士官と一緒にいたのは周知のことであるそこへ喧嘩が起こって彼女が家へ帰ったものと想像されている目下パリに在勤しているこの隙間の名を我々は知っているが明白な理由からそれを公表することを差し控えるル・メルキュール氏 6月24日,日、日、火曜朝刊一昨日当市の付近で最も凶悪なる暴行が行われた夕方頃妻と娘とを連れた一人の紳士がセーヌ川の岸近くをブラブラとあちこちボートをこぎ回っていた6人の若者を雇って川を渡った対岸へ着くと3人は上がりボートが見えなくなるくらいまで行ったから 娘はパラソルをボートの中に置き忘れていたことに気がついた彼女はそれを取りに引き返してその一団のものに捕らえられ川の中へ連れて行かれて猿靴輪をはめられひどい暴行を受けついに彼女がはじめ両親とともにボートに乗った地点に近い川岸に上げられたのである悪漢らは目下のところ逃亡しているが警察では彼らを追跡中であり その中の誰かはまもなく捕らえられるであろう朝刊新聞6月25日我が社は最近の教皇を無礼に負わせようとする目的の投書を一日受け取ったしかし同氏は尋問によって十分に無罪であることが証明されているのであるしこの投書家たちの議論は熱心なだけで考え深いものでないと思われるから これらは公表しない方が良いと考える。長官新聞、6月28日。我が社は力を込めて書かれた数通の刀匠を受け取ったがそれはそれぞれ別の出どころから出たものらしくかの不運なマリー・ロジェーが日曜日に死の近郊を横行する無数のブライカンの群れの一つの犠牲となったことを確かめるのに役立つものである。 我が社の意見も断然この推測に賛成するものである我が社は今後努めてこの説のために紙面を削くであろう「有刊新聞6月31日火曜日」月曜日に税関付きの荷上げ船の船夫の一人がセーヌ川を流れる一隻の空ボートを見つけた穂はボートの底に置いてあった 先府はそのボートを橋家事務所のところまで引いていったところがその翌朝事務所の役人の誰も知らないうちにそこから持ち去られていたその火事は現在橋家事務所にあるラ・ディリジャンス市6月26日木曜日こういったいろいろの抜き書きを読んだ時私にはそれが皆無関係に見えたばかりでなく その中のどれ一つもこの事件と関係をつけられそうな方法が分からなかった私はデュパンが何か説明してくれるのを待っていたこの抜き書きの第一のものと第二のものとはと彼は言った今詳しく話しているつもりはない僕がこれを写し取ったのは主として警察のひどい怠慢ぶりを君に示すためなんだ 総監の話から察するところでは、警官はここに行ってある海軍士官を調べることはまるでやっていないねだがマリーの最初の失踪と二度目の失踪との間に何も想像しうる関係がないなんてのは馬鹿げた言い分に過ぎないよ最初の駆け落ちが恋人同士の喧嘩に終わり裏切られた方が家へ帰ったものとしてみようじゃないかすると二度目の駆け落ちは もももししう一度駆け落ちをしたものとわかるならだよ別の男が新しく持ちかけた結果とするよりも前に裏切った男がまた言い出したものと考えられるね新しいジョージが始まったとするよりも前のジョージがよりを戻したものとみなされるね前にマリーと駆け落ちのしたことのある男がまた駆け落ちしようと言い出すのは一人の男に駆け落ちを申し込まれたことのある彼女が 別のの男に申し込まれるのと比べるとその可能性は1に対する10だよそれからここで君に注意してもらいたいのは最初の確かに分かっている駆け落ちと2度目の家庭の駆け落ちとの間の月日は我が国の軍艦が巡洋航海をする普通の期間より23ヶ月多いだけだという事実だマリーの恋人は海へ行かなければならないために最初の凶行を妨げられ 帰ってくるとすぐ、まだやり遂げられなかった、あるいは彼の手ではまだやり遂げられなかった卑劣なたくらみをもう一度やろうとしたのではないだろうか。こういったことについてはみんな我々はちっとも知ってはいないのだ。しかし君は二度目の場合には想像されているような駆け落ちはしなかったというかもしれない。確かにしなかった。が、 その計画が失敗したのだと言えないだろうかサントゥースタッシュとボーヴェとのほかに世間に認められた公然たるれっきとしたマリーの求婚者を我々は知らないほかの者のについては何の話もないとすると親戚の者が少なくともその大部分の者が少しも知らないそれでいて日曜日の朝マリーが会った秘密の恋人というのは誰だろうか その男はマリーが辺りが暗くなってしまうまでルール関門の寂しい森の中に一緒にいることを厭わぬくらい彼女に深く信頼されているのだ少なくとも親戚の大部分のものの知らないその秘密の恋人というのは一体誰だろうそれからロジェー夫人がマリーの出かけた朝もう二度とマリーには会えないかもしれないといったあの妙な予言は 何を意味するだろうかだが、もしロジエ夫人が駆け落ちの計画を内々知っていたと想像することができないとしても、少なくともあの娘がそういう計画を抱いていたものと推定されないだろうか家を出るときに、彼女はデ・ドローム街の叔母のところへ行くのだと知らせたし、サントゥ・スタッシュに夕方迎えに来るように頼んだという。そこで、 ちょっと見るとこの事実は僕の意見とひどく食い違っているがよく考えてみようじゃないか彼女が確かに誰かに会いその男と一緒に川を渡って午後の3時になってからルール関門に着いたということは知れているんだぜしかし彼女はこの男と一緒に行くことを母親が知っているかいないかまたどんな目的でたかそれは知らないが承認したときに 自分が家を出るときに行き先を行っておいたということや、自分の婚約者のサントゥースタッシュが約束の時刻にデ・ドローム街へ迎えに行って、彼女がそこにいないことを知ったとき、それからまた、この驚くべき知らせを持って下宿へ戻ってきた彼女が、やっぱりまだ家へ帰ってきていないことが分かったときに、彼が心の中で、どんなにかびっくりしたり、疑ったりするだろうということを考えていたに違いない。 そういういいいいこととはきっと考えていたに違いないサントゥースタッシュの反問やみんなのものの嫌疑を彼女は予想していたに違いないこんな嫌疑を犯してまで帰ってこようと彼女は思うはずがないねけれども初めから彼女に帰ってくるつもりがなかったものと推定すれば嫌疑などは彼女にとっては何でもないことになってしまうわけだ我々は 彼女がこんなふうに考えたと想像できる私は駆け落ちの目的であるいは自分だけしか知らないある他の目的である人と会うことになっているそれには邪魔をされる機会のないようにしておかなければならない追っ手を逃れるに十分なだけの時間がなければならない私はで、ドゥローム街のおばさんを訪ねて一日中過ごすということに話しておこう サントゥースタッシュに暗くなるまで迎えに来ないように言っておこうそうすれば疑われもせず心配もされずにできるだけ長い間留守にしても大丈夫だし他のどんな方法よりも時間がたくさんできるだろうもし私がサントゥースタッシュに夕方迎えに来るように頼んでおけばあの人はきっとそれより早くは気はしないだろうけれど もし私が迎えに来てもらうことをまるっきり頼まなければ、みんなは私がもっと早く帰るものと思って、帰ってこないとそれだけ早く心配するだろうから、私の逃げる時間が少なくなるだろう。ところで、私がともかく帰ってくるつもりなら、ただ、例の人と散歩するだけのもくろみなら、サントゥースタッシュに迎えに来るように頼むなんてことは利口なことじゃない。 迎えに来ればあの人は私がだましたことに気がつくに決まっているから自分の行き先を知らせないで家を出て暗くならないうちに戻りそれからでドゥローム街のおばさんのところへ行っていたといえばそのだましたなんてことはあの人にはいつまでも知らせないでおけることなのだけれども私は二度と帰らないつもりだからもしかすると何週間か帰らないつもりだからまた あることをうまく隠せるようになるまでは帰らないつもりだから時間をこさえることだけが私の気を使わなければならないことだというふうにねこの痛ましい事件について最も普通の意見があの娘がブライカンの一段の犠牲になったのだというのであるしまた最初からそうであったということは君の覚書で君にはわかっていることだね ところであの世間一般の意見なるものはある条件のもとでは必ずしも無視してはならんものだそれが一人でに生じた場合厳密に自発的に現れてきた場合には我々はそれを天才の特質であるあの直角に類似したものとみなすべきだよ100のうち99までは僕はその断定に従うねだがそれには 暗示の跡がが少しもなないことが大事なんだ。その意見は厳重に公衆自身のものでなければならないそしてこの区別を認知して主張するのはしばしば極めて難しいことなのだ今の場合では悪巻だだとするこの世論なる者には僕の抜き書きの3番目のものに書いてある冒険的な事件が付け加えられているように僕には思われるねパリ全市は 若いい美しい評判の娘マリーの死体が発見されたのに大騒ぎをしているこの死体は暴行を加えられた跡があって川に浮かんでいるのが見つかったのだところがその娘が殺されたと想像されているちょうどその時にあるいはちょうどその頃にその死者の受けたほど程度はひどくないが似たような性質の暴行を若いゴロツキどもの一団が 別の若い婦人に加えたということが分かるようになった。とするとすでに分かっている一つの教皇が他のまだ分かっていない教皇について世間一般の判断に影響を与えるのは驚くべきことだろうかね世間がどう判断したらいいかという見当を待っているところへこのはっきり分かった暴行事件が実におりよくそれを与えてくれたように思われたのさ。 マリーも川の中で見つかったんだしその同じ川ではっきり分かった暴行が行われたのだこの2つの出来事は非常に明白なつながりを持っているので世人がそれを認めそれを捉えないということこそ本当に不思議というものだろうところが事実は一方の教行がそういうふうに行われたということは むしろそれとほとんど同時に起こったもう一つの方の強行がそういうふうに行われたのではないということの証拠なんだよ。もしごろつきの一団がある場所で非情な悪事を犯している間に別の似たような一団のものが同じ死の似通った場所で同じ事情のもとに同じ手段と方法できっかり同じ時刻にちょうど同じ性質の悪事をやっていたとするなら。 ここれこそ実に奇跡だぜ。しかも偶発的に暗示された世論が我々に信じさせようとしているのはこの驚くべき一連の暗号によってでなくて何であろうか話を先へ進める前にルール関門の茂みの中の殺害の現場と想像されている場所のことを考えてみようじゃないかこの茂みは深くはあるが行動とは非常に近い その中には寄りかかりと足掛け台とのある腰掛けのような格好をしている3つ4つの大きな石がある上の石には白いペティーコートが発見されたし次の石には絹のスカーフがあったパラソルと手袋とハンケチもそこにあったハンケチにはマリーロジェという名前がついていた着物の切れっ端が辺りの枝にかかっていた地面は踏み荒らされていたし やぶは乱されていたし猛烈な格闘のの行われたたた跡が歴然たるものであったということだね。この茂みの発見されたことを新聞は大喝采をして迎えたし誰も彼もみんなこれこそまさに強行の現場であると想像したがそれにもかかわらずこれには疑ってよい理由が十分にあるということを認めなくちゃならないな。 そこが現場であるということは、僕は信ずるかもしれんし、信じないかもしれんが、とにかく、疑う理由は立派にあるのだ。真の現場が、ル・コメルシエル氏の提言したように、パベ・サン・タンドラ街の付近であるとするなら、犯人どもは今でもパリに住んでいるものとするとこんなふうに世間の注意が鋭敏に正しい方面に向けられたことに、きっと恐怖の念を起こしたに違いない。 そしてある種の気質のものだったらこの注意をまた他へそらすために何とか骨を持ってみなければならんとすぐに感じたろうそこでルール関門の茂みがうに疑いかかっているので例の品物をある場所へ置くという考えを自然に起こしたのかもしれないね発見された品物があの茂みの中にあったのは56日くらいじゃないということにはル・ソレイユ氏はそう想像しているけれど 何も本当の証拠ってありゃしないのだそれなのにあの殺人のあった日曜日から子供たちがそれを見つけた日の午後までの20日間も誰の注意も引かずにそこに置いてあったはずはないという状況証拠の方ならたくさんあるルー・ーソレイユ氏は前にそのことを書いた初心文の説を受け売りしてこれらのものは皆雨に打たれたためにひどくかびていてかびのために粘りついていた 草はその周りに茂りその上にまで伸びていたパラソルの絹は丈夫だったがその糸は一緒にくっついていた二重になってひだになっている上の部分はすっかりかびていて腐り開くと裂けてしまったと書いているねところで草がその周りに茂りその上にまで伸びていたことについてはその事実はただ2人の小さい子どもの言葉で したがってその子供の記憶で確かめたものに過ぎないということは明らかだその子供たちは第三者が見ないようにその品物を動かして家へ持って帰ったんだからねしかし草なんてものはことにあの人殺しのあった頃のように暖かくて湿っぽい時効にはほんの1日のうちに23インチも伸びるものだよ新たに芝を植えたばかりの地面にパラソルを置いても1週間もたつうちには どどんどん伸びていく草のためにすっかり隠れて見えなくなってしまうかもしれないんだそれからル・ソレイユ氏の記者が今引用した短い記事の中にその言葉を三度も使うほど頑固に言い張っているあのカビのことを言えば彼は本当にこのカビというものの性質を知らないんだろうかあれは24時間以内に 発生し枯死するのを最も普通の特徴としている多くの菌類の中の一種だということを彼に教えてやらなければならないんだろうかなこういうわけだからあの品物が少なくとも3、4週間あの茂みの中にあったという説を立証するために実に独特として挙げてあるものはその事実の何らかの証拠としては全くバカバカしいくらい無効なものだということは我々には一見してわかるよ また一方ではこれらの品物が例の茂みの中に一週間以上ある日曜日から次の日曜日までより長い間置かれたままになっていたということを信ずるのはとても難しいねパリの近郊を少しでも知っているものなら町外れからよほど遠くまで行かなければ偏僻な場所を見出すことが非常に難しいことを知っているパリ近郊の森や林の中には 誰も行ったことのない場所それどころか人のあまり行かない場所といったようなものはちょっとでも想像されないよ。今心では自然の愛好者でありながら勤めのためにやむなくこの大主婦の誇りと熱さとの中にいなければならないという人がだね誰でもそういう人が日曜以外の日でもこの町のすぐ近郊の自然の美しい風景の中に 感性に対する自分の渇望を癒そうとしたととすするねするね一歩でも進むごとにだんだん強くなってくる魅力はどこかのブライカンやのみ騒いでいる愚連隊の声が聞こえたり姿が目の前に見えたりするために消し飛んでしまうだろうどんなに深い木立の中に人目を避けるところを探してみても全く無駄だこっちにはひげた連中がうようよしている物影があるし またこっちには神聖を汚された神殿があるというわけさその散策者は胸を悪くしてまた不快なパリの町へ逃げ帰るだろうそこはやはりお会いの巣窟にしてそれほど不調和ではないためにそれほど不快なところじゃないからねしかし死の近辺が終日にさえそんなに混んでいるとすれば安息日にはどんなにそれがひどいことかその日には とりわけ町のごろつきどもは仕事が休みだったりまたは普段の悪事をやる機会がなくなったりして町の郊外へ集まってくる電源を愛するなんて気持ちからじゃないそんなものは心の中で軽蔑しているのだ社会の拘束と忍習等を免れるためだよこういう人間は新鮮な空気や緑の樹木などよりも田舎の完全な訪中を望んでいるのだ そこの腰掛け茶屋や森の墓地などで遊び仲間の他には誰にも見られないであらゆるぐるいじみたまがいものの陥楽にふけるのさ勝手なことをしたりラム酒を飲んだりしてねで例の品物がパリのすぐ付近のどんな茂みの中ででもある日曜日から次の日曜日までより長い間発見されないでいるなどということはまるで奇跡的とみなすべきだということを僕が繰り返しても それは冷静な観察家には誰にでも全く分かりきったことを言っているに過ぎんのだよしかし教皇の真の現場から注意をそらす目的であの品物が茂みの中へ置かれたのだという権疑にはその他には根拠がないわけではないまず第一にあの品物の発見された日付に注意してもらいたいその日付と 僕が新聞紙から抜き書きした5番目のものの日付とを比べてみたまえそうすればあれが発見されたのは有刊新聞の急ぎの投書が送られたすぐあとだということがわかるだろうこれらの投書はいろいろあるしいろいろの出所から出たものらしくはあるがみんな同一の点に向けられているつまり強行の犯人がグレン隊でありその現場が ルルール関門の付近であるということに注意を向けさせようとしているのださてここでもちろん疑わしいのはこの当初の結果かまたその当初によって公衆の注意が向けられた結果例の品物が子供たちに見つけられたということではないが子供たちがそれ以前にあの品物を見つけなかったのはその品物が その前には茂みの中になかったからであり犯人である凍傷した者自身が凍傷した日付の頃になってあるいはその少し前にようやくそこに置いたのではなかろうかと疑われるしまたそう疑うのはもっともなんだこの茂みは妙なとても妙な茂みだ非常に深く茂っているその天然の壁をめぐらした囲いの中には 不思議な石が3つあって寄りかかりと足掛け台とのある腰掛けの形をしているそしてこの天然の美術に満ちた茂みはドリュック夫人の家のすぐ近くスーロッド以内のところにあるのだ夫人の子供たちはササフラスの樹皮を探しにこの藪を念入りに調べ回る習慣だったでこの子供達のどちらかがその日陰の広間に隠れ込んだり そこの天然の玉座の上に乗っかったりしないで過ぎる日なんて一日でもありはしないと賭けをするのは向こう水な賭け線に対する一の賭けだろうかこんな賭けに尻込みするものは子供だったことのない人間か子供の特質を忘れてしまった人間かどっちかだよ僕は繰り返して言うどうしてあの品物が一日か二日より長い間この茂みの中に発見されないままでいたか ととといい。うことを理解するのはとても難しいかつそんなわけだからル・ー・ソレイユ氏の独断的な無知にもかかわらずあの品物が比較的後になってからあの場所に置かれたのではなかろうかという疑いには十分の理由があるんだとねしかしあれがそんな風に置かれたということを信ずるには僕が今まで論じたどの理由よりももっと有力な他の理由がある今度は どうかあの品物のひどく技巧的な配置の仕方に気をつけてもらいたい上の石には白いペティコートがあり次の石には絹のスカーフがありその周りにはパラソルと手袋とマリー・ロジエという名前の付いているハンケチとが散らばっていたというこれはまさしく頭のあんまり鋭敏でない人間がその品物を 自然のままに並べようとして自然にやりそうな配置だねだがそれは決して本当に自然な配置じゃないよむしろあれがみんな地面に落ちていて足で踏みつけてあることを僕は期待するねあの木陰の狭い範囲の中でペティコートやスカーフが格闘しているたくさんの人間にあちこち振り回されながら 石の上にちゃんと乗っかったままでいるなんていうことはほとんどありえないことだ格闘の跡があったし地面が踏み荒らされやぶは乱れていたそうだねそれなのにペティコートやスカーフはまるで棚の上に置いてあるのみたいに置いてあったんだぜやぶのために先き取られた上着の切れは幅3インチ長さ6インチほどであった1つは上着のへりで それはっってあった。それらは先き取られた切れのように見えたというここではル・ソレイユ氏は口う意にも大変疑わしい文句を用いているその切れはここに書いてあるとおりいかにも先き取られた切れのように見えることは見えるがわざと手で咲いたようにね今まで問題になっているような着物からだって らのためにキレが先き取られるなんてことはめったにない出来事だよこういう織物はその性質上茨や釘に引っかかると直角に裂けるものだらの刺したところを頂点としてお互いに直角をなして2つの縦の裂け目に分かれるものだがキレが先き取られるということはほとんど考えられないそんなことは僕も知らなかったし君だったそうだろう そういういから切れを先取るためには、ほとんどすべての場合違った方向にはたらく二つの別の力がいるもし織物に二つのヘリがあれば例えばそれがハンケチであるとしてそれから細長い切れを先き取ろうとするのならその場合にはまたその場合だけだが一つの力でも間に合うだろうけれども今の場合では問題になっているのは一つのヘリしかない着物なんだよ いんのででははととてもそななことはできないしかしヘリが一方にあるところでさえも一本は二つの別な方向に働きもう一本は一つの方向に働く二本のいばらが必要だろうしかもこれはヘリが縁縫いをしていないと仮定してのことだもし縁縫いをしてあるならほとんど問題にもならんさこのように切れが単にに いらの力によってととれるということは、たくさんの大きな障害があることがわかるそれなのに我々は一つのキレだけではなくて多くのキレがそんなふうに先き取られたと信じろといわれているんだそしてこのキレの一つも上着のへりであったもう一つのキレはスカートの一部分でへりではなかったということはつまり 着物のへりではなくて真ん中からいばらのために完全に咲き取られたものだということなんだぜこんなことは信じなくても一向差し支えのないことだねでも以上のことはひとまとめにしていってもあの一つの驚くべき事情に比べればまだしも疑うべき根拠のいくらか少ないものだろうその事情というのは 死体を運び去ることを考えるほどの用心をした犯人どもがともかくこの茂みの中へあんな品物を残していったということなんだしかしこの茂みが凶行の現場であるということを僕が否定するつもりなのだと思うなら君は僕の言うことを正しく理解しているのではないここで悪事が行われたのかもしれんしあるいはそれよりも ドリュック夫人の家で変わったことが起こったのかもしれんしかし事実これは大して重要な点ではないのだ我々は殺害の現場を発見しようとしているのではなくてその犯人を探し出そうとしているんだからね僕の今まで論じたことは随分詳しく論じてはきたがその目的は第一にはルー・ソレイユ氏の断言的なせっかちな主張の馬鹿らしさを示すことであったが 第二には、いやその方が主なのだがこの殺人が圧巻弾の仕業であったかどうかという疑いを一番自然な道筋によって君にもっと考えてもらうためなんだこの問題を再び取り上げるはじめに検視をした外科医の忌まわしい報告についてちょっと言うことにしよう「ブイカンの数」について彼が発表した推測なるものが パリのあらゆる霊明ある解剖学者たちから、でたらめで、全然根拠のないものとして、当然いい笑いものにされているということだけを言っておけば十分だ。事実は、推測された通りでなかったかもしれんというのではなくて、あの推測には何の根拠もないということなんだ。他の推測をするのには根拠が十分ではなかったのだろうか。今度は、 格闘の後なるものを考えてみようじゃないか一体この後が何を示していると想像されてきたかと僕は尋ねよう悪寛弾だというのだねか弱い何の抵抗力もない小娘と想像されているブライ寛弾との間に一体どんな格闘がそこら中に跡を残すようなそんな猛烈な長く続いた格闘が 起こりううるだろうか二三の荒くれ男の腕が黙ってぐっとつかめばそれっきりだろう被害者は全然彼らの意のままになったに違いないよここであの茂みを現場であるとするのを反駁した我々の論証は主として主としてただあそこが一人以上の者のによって強行の行われた現場ではないということを論証したものになるということは君にはわかるだろう もし我々がただ一人の暴行者を想像するなら目に見えるほどの跡を残すくらい猛烈で必要な性質の格闘を考えうるしまたその場合にのみ考えられるのだそれからもう一つ例の品物がともかくあの茂みの中に残してあったという事実についての権疑を僕は前に話したねああいう罪の証拠が誤ってあそこに残されたということは ほとととんどありえなな。いことと思われるな死体を運び去るほどの落ち着きがあったのだと想像されているなのに死体よりももっと確かな証拠が死体の要望なんぞは腐って間もなく分からなくなったかもしれんからね凶行の現場に目立つように置いてあるんだぜ死者の名前の付いている判決のことを僕は言ってるんだがねもしこれが過失であったとするなら それは悪感団の過失じゃないよ。我々はそれをただ一人の人間の過失と想像できるだけさ。考えてみようじゃないか。一人の人間が殺人をしたとする。彼はただ一人死者の亡霊と対している。彼は自分の前にじっと横たわっている死体を見てゾッとする。凶暴な情欲は消え失せて、心の中には 自分の行為に対する自然の恐怖心の入り込む余地がたくさんになる仲間がいれば必ず起こせるあの度胸を彼は少しも持たない彼は一人だけで死人と対している彼は身震いし途方に暮れるでも死体を始末する必要がある彼はそれを川へ持っていくが 犯罪の他の証拠物は残している。なぜならその荷物をみんな一時に運ぶことは不可能ではなくとも困難だしそれに残したものを取りに帰るのはたやすいことだろうからしかし骨を折って川のところまで行くうちに恐怖は心の中でいよいよ強まってくる生き物のさまざまな物音が彼の道を取り巻く幾度も彼は 見ている人の足跡を聞いたり聞いたように思ったりする街の方の明かりさえも彼をぎょっとさせるだが深い苦悶のために何度も長く立ち止まった後とうとう川のへりにつきその気味悪い荷物を始末するおそらくはボートを使ってしかし今となってはこの世界のどんな宝を持ち出したって どんな懲罰を加えると脅したってその孤独の殺人犯人をあの骨の折れる危険な道を通って血を凍らせるような追憶のある茂みへと帰らせる力はないだろう結果がどうなろうと構わないで彼は帰らない帰ろうとしたって帰ることができないだろう彼の考えることはすぐ逃げることだけだ彼は あの恐ろしいやぶに永久に背を向けて来たるべき天罰から逃げるようにして逃げていってしまうしかし悪寒団の場合はどうか彼らの人数が度胸を正ぜしめるだろうもし手に負えぬイカンにも度胸がないことがあるとしてもだそして想像されているような悪寒団は手に負えぬイカンどもに限っているんだそして 僕のさっき想像したように一人の人間だったらすっかり迷らせてしまって途方に暮れさせるわけのわからない恐怖心は彼らの人数のためになくなったろう一人二人あるいは三人までが何か見落としたと仮定してもその見落としは四人目の者のが気づくだろう彼らはあとには何一つ残さないだろう彼らの人数では 何もかもみんないっときに運ぶことができたろうから彼らには帰る必要なんてなかったろうよ今度は死体が見つかったときにその上着が裾から腰の辺りまで幅1フィートばかりの切れが長く引き裂かれていてそれで腰の周りの3度ぐるぐる巻いて背中の縄結びにしてくくってあったという事柄を考えてみたまえ これは明らかに死体を運ぶための手がかりをこさえるつもりでしたことだしかし何人もいたのならこの手段を用いることを夢にも思ったろうか3人か4人の者にとっては死体の手足を持てば十分であるのみならずそれが一番いい方法だからねあの工夫は1人の人間の工夫だよそしてこのことから茂みと川との間に 柵の横木は打ち壊され地面に何か重い荷物を引きずっていった跡があったという事実が分かってくるところが何人もいたならどんな柵だろうが死体を持ち上げてすぐに越せたろうに死体を引きずっていくために柵を打ち壊すなんて余計な骨折りをするだろうか何人もいたなら引きずった跡を明らかに残すほど 死体を引きずったろうか。ここで我々はル・コメルシエル氏の説に触れなければならない僕が既にちょっと注釈を加えておいた説だがねこの不運な娘のペティーコートの一部が先取られて後頭部から回して首の下で結んであったが多分悲鳴を立てさせないためであったろうこれは「判決を持たない連中のしたことである」とあの新聞は書いているね 僕は前に本物の悪党は決して判決を持っていないことはないということを話しただが僕が今特に言いたいのはこの事実ではないこのキレを用いたのはル・コメルシエル氏の想像しているような目的を果たすための判決がなかったからではないということは茂みの中に判決が残してあったことで明らかになっているまた目的が 悲鳴を立てさせないため、でなかったことも、そのためならもっとよく間に合うものがあるのに、それを用いないで、そのキレを用いたということでわかる。しかし、証拠の言葉にはこのキレについて。首の周りにゆるく巻いてあって、硬い結び目で結んであったと書いてあるね。この言葉はかなり漠然としたものであるが、ルコメルシエル氏の言葉とはかなり違う。 キレは幅が18インチもあったのだからモスリンではあるが縦に畳むとかくしゃくしゃにするとかすれば丈夫なひもになるだろうそして発見された時には実際そうしてくしゃくしゃにしてあったのさ僕の推定はこうだ一人だけの殺人犯が死体をあの茂みからかあるいは他のどこからでもある距離のところまで 銅の周りにあの切れをくくりつけて持っていったがこういうやり方では自分の力には重すぎるということが分かったで彼はその荷物を引きずっていこうと決心したのだ証拠はそれが引きずられたことを示しているねこの目的のためにはその一端に何か綱のようなものを結びつけることが必要となった首の周りに結びつければ 頭があるのでスッと抜けないから一番いいそこで犯人はきっと腰の周りのキレのことを考えてみたに違いないでもしそれで死体にぐるぐる巻いてなく厄介な縄結びにもしてなかったらまた上着からそれが先取ってないことを考えなかったら彼はそのキレを使ったかもしれないがペティーコートから新しいキレを割く方がたやすかった 彼はそれを裂いて首の周りに縛りそうして被害者を川の縁まで引きずっていったんだよこのキレ手に入るものがなかなか面倒で暇がかかりまたその目的にはあまり間に合わないこのキレがとにかく用いられたということはそれを用いる必要が生じたのか判決がもう手に入れられなくなった時のことだということつまり我々が想像したようにあの茂みを もしそれが茂みだったらね出て茂みと川との途中にいた時のことだということを示しているのさしかし君はドリュック夫人の証言があの殺人のあった時またその頃にあの茂みの近くに部来館の一団がいたことを特に指摘しているじゃないかというだろうそれは僕も認める僕はあの惨時のあった時またはその頃 ルルール関門の近くやその辺りにはドリュック夫人の言ったようなブライカンダンは1ダースもいただろうと思うのだけれどもいくらか時期遅れでまたかなり疑わしい証言ではあるがドリュック夫人の鋭い非難を被っているブライカンダンというのはだねこの正直で遠慮深く荒らせられる老婦人が自分のところの菓子を食いブランディを飲んで 感情を払おうとはしなかったと言っている部来勘団だけのことなんだよ。思考して、この故にこの怒りありさ。しかし、ドリュック夫人の証言は正確に言えばどうであるか。一段のごろつきどもが現れて大騒ぎをし、感情も払わないで食べたり飲んだりし、あの若い男と娘との行った同じ道の方へ行ったが、 日暮ごろ茶屋へ戻りとても急いでいるような様子で再び川を渡って帰っていったというんだねところでこのとても急いでいるというのは多分ドリュック夫人の目には一層急いでいるように見えたのに違いないなぜなら彼女はただ食いされた菓子や酒のことをまだその感情を払ってもらうというかすかな望みを持っていた菓子や酒のことを いつまでも恨めしそうに考えていたんだからね。でなけりゃ、日暮れ頃になっているのになぜ彼女が急いでいるなんてことを言い張るものかね。広い川を小さなボートで渡らなければならず今にも嵐になりそうでその上夜が近づいているような時に悪党どもの一団だって家へ帰ることを急ぐのは確かに何も怪しむべき理由はないよ。僕は、 るが近づいているといてとう。なぜならまだ夜になっていなかったんだからあのごろつきどもが武作法に急いでゆくのがドリュック夫人のご冷静な目をいからせたのはまだ日暮れごろのことだったねだが我々はドリュック夫人とその長男とが茶屋の近くに一人の女の悲鳴を聞いたのはその同じ晩のことだと聞いている。 でドリュック夫人はその悲鳴が聞こえた晩の時刻のことをどんな言葉で言っているか暗くなってから間もなくのことであったと言っているのだしかし暗くなってから間もなくは少なくとも暗い時だそして日暮れ頃は確かに昼のうちだだからその無雷勘団がルール関門を去ったのは ドリュック夫人が悲鳴を漏れ聞いたより先だということはこの相対的な言い表し方がはっきりとまたいつも用いられているのに今までのところどの新聞紙でもあるいはどの警察の役人もこのひどい矛盾にちっとも注意していないのだ無頼勘断ではないという論拠も僕はもう一つだけ加えておこうしかしこの一つは少なくとも僕自身の解するところでは 全く動かすべからざる重大さを持っているものなんだ大きな懸賞金がかけられまた事故の犯罪を自白して共犯証拠を出す者は完全に無罪にされるというような事情のもとにあって過当な悪党の一団の誰かがあるいはどんな団体の人間だってその中の誰かがもうとっくに共犯者を密告していないということはちょっとでも想像できないことだよ。 こういう場合には一団の一人一人は懸賞金を欲しがるよりも罪を免れたがるよりもむしろ密告を恐れるものだ彼は自分の方が密告されないようにと急いで早く仲間を密告するのだあの秘密が漏れていないということが事実それが秘密であることの最上の証拠なんだよこの恐ろしい凶行は たった一人あるいは二人の生きた人間と神とにしか知られていないのだもうこの辺で我々の長い分析の貧弱ではあるが確実な所詮を締めくくってみるとしようじゃないか我々は被害者の恋人かあるいは少なくとも親しい秘密の知人によってドリュック夫人の家の中で賛辞が行われたか ルルール関門の茂みの中で殺人が犯されたのだという考えに到達したこの知人というのは朝黒い顔色をしているあのキレの縄結びになっていたことと帽子のリボンが水平結びに結んであったこととは会員ということを示しているその男が陽気なしかし卑しくはない娘である被害者と付き合っていたことは 彼が普通の船乗り以上の等級のものであることを指示しているここで新聞社へ送られたあの上手な筆跡の至急当初が十分このことを確証しているものだル・メルキュール氏の書いている最初の駆け落ちの事情は今度のこの会員こそ不運な娘を初めに罪に導いたあの海軍士官ではなかろうかと思わせるさて ここでその顔色の黒い男がずっと姿を見せないでいることを考えてみるのが適当だろうな僕はこの男の顔色の黒いことを特に言っておくバランスもドリック夫人も2人ともその点だけを記憶しているところを見ると並大抵の黒さではなかったんだねしかしどうしてこの男は姿を見せないのだろうかブライカンダンのために殺されたのだろうか なぜ殺された娘の小跡だけしかないのだろう2つの凶行の現場は当然同一だと想像されるとすると彼の死骸はどこにあるのだろうか犯人どもは多分2つの死骸を同じ方法で始末したに違いないしかしまたこの男は生きているのだが殺人の罪を負わされるのを恐れて出てくるのは思いとどまっているのだとも言える こういう考えは今でこそこんなに遅くなってからその男の心の中に働いたと想像できるかもしれん彼がマリーと一緒にいたことがもう証言で分かっているんだからがあの教行の当時だったらそんな心配は何の意義もないものだったろうに罪のない人間なら第一にせずにはいられないことは教行のあったことを知らせ 悪寒どんを鑑定する助けをすることだろうそしてそうした方が得策だと思うだろうその男はあの娘と一緒にいるのを見られたんだぜ屋根のない渡し船で彼女と一緒に川を渡ったんだぜ犯人を告発するのが自分の嫌疑を免れる最も確実なまた唯一の手段だということはバカにだってわかるだろう 殺人のあったあの日曜日の夜に彼が強行に関係もなければ強行の行われたことを知りもしないなんてことは我々にはとても考えられないそれなのにそういう事情の場合だけ彼は生きていながら犯人を告発しなかったと想像できるのだ彼は生きていながら犯人を告発しなかったと想像できるのだそこで 真相を突き止める我々の手段はどんな手段かそれは話が進むにつれてだんだん明確になってくるのがわかるだろうまず我々はあの最初の駆け落ちの件を徹底的に調べてみようあの士官のすべての経歴と彼の現在の事情とちょうど殺人のあった時期に彼のいたところを知ろう無来寛弾に罪を着せる目的で有刊新聞へ送られたいろいろな投書を 一つ一つ念入りに比較してみようそれが済んだらその当初とそれより前に朝刊新聞へ送られた猛烈に無名の有罪を主張している当初とその文体も筆跡も比較してみようそれからそれをみんなやったらこれらのいろいろな当書とその士官の書いたと分かっているものともう一度比べてみようトリュック夫人やその子供たちや 乗り合い馬車の御車バランスを繰り返して尋問してあの朝黒い顔色の男の要望や挙動についてもう少し何か確かめるように努めてみよう上手に質問を向ければこれらの連中の誰かからこの点についてのあるいはその他の点についての知識彼ら自身が知っているとは気づきもしないでいる知識が得られるだろうそれから今度は6月23日月曜日の朝 はしけの扇風が拾い上げたが死骸の発見される前にはしけ事務所から当番の役人の知らぬ間に火事を残して持ち去られたあのボートを探してみよう適当な注意と忍耐と思ってすればきっと我々はこのボートを探し出せるだろうなぜならそれを拾い上げた先風がそれを見分けることができるばかりではなく家事が手元にあるんだから 心に少しもやましいところのないものなら穂のあるボートの舵を聞き合わせもしないで捨てて行くはずはないだろうここで僕はちょっと一つの疑問をほのめかしておこうこのボートを拾い上げたという広告はちっとも出なかったそれは黙ってはしけ事務所へ持って行かれまた同じく黙って持ち去られたんだしかしその持ち主または借り主はだね 一体どうして広告もしていないのに火曜日の朝なんて早い頃に月曜日に拾い上げられたボートの所在を知るようになったのだろうかこれは海軍と何かの関係があると想像せざるを得ないねその細かな事柄その小さな地方的の消息を知るような何かの個人的な継続的の関係がだね僕はとうに一人だけの犯人が 彼の荷物を岸まで引きずっていったことを話したときに彼がボートを利用したらしいということをちょっと言っておいた今我々はマリー・ロジェがボートから放り込まれたのだということを理解することになったのだ自然にそういうことになったものだろうな岸の水の浅いところへ死骸を投げ込んでおくわけにはゆくまい,いからね被害者の背中や肩についている特殊の痕跡は ボートの底の底死体におもりをつけなかったこともこの考えを確証するものだもし岸から投げ込むのだったらおもりをつけておいたろうそれがつけてなかったということは犯人が船を押し出す前にそれを備えておく用心を怠ったのだと想像すればやっと説明ができるいざ死骸を水へ投げ込もうという時になって 彼はきっと自分の手ぬかりに気がついたに違いないがその時は手元にはどうする方法もなかったのだろうどんな危険なことでもあの呪われた岸へ戻るよりはましだったろうその恐ろしい荷を投げ捨てるとその犯人は死の方へ急いでこいでいったろうそれからどこか人のあまり知らないはとばで陸へ飛び上がったのだろう ししかしボートは彼はそれをつないだろうか彼はあんまりひどく急いでいたのでボートをつなぐなどということはしなかったろうその上それをはとばへとめておくことは彼には自分に不利な証拠をとめておくような気がしたろう彼が当然思ったことは自分の犯罪と関係あるものはみんなできるだけ遠く自分から投げ捨てることだったろう 彼は自分が波止場から逃げ去るだけではなくそのボートもそこに残しておきたくなかったろうきっと彼はそれを押し流したろうもっとこの想像を続けてみようじゃないか朝になってその哀れな男はそのボートが毎日行きつけている場所におそらく勤務のために行かなければならぬ場所に拾い上げてつないであるのを見つけて いいようのない恐怖に打たれる。その夜彼は家事を請求もしないでそれをどこかへやってしまう今その家事のないボートはどこにあるかそれを発見することを我々の最初の目的の一つとしようそれがちらりとでも見えたら我々の成功の諸行が現れるだろうこのボートは我々を導いて 我々自身をさえびっくりさせるほど急速にあの殺人のあった日曜日の真夜中にそのボートを使った男を知らせてくれるだろう確証が確証を重ねて犯人は突き止められるだろうその理由は特に記さなくとも多くの読者諸君には明白と思われるであろうが我々は本社に寄せられた原稿からリュパンが 一見ほんのちょっとした手がかりをつかんでそれを追求していくことを詳しく述べた部分を勝手ながらここでは省略させていただくことにした我々はただ簡単に望んでいた通りの結果が実現されたことまた総監がデュパン君赦氏との契約の条件をしぶしぶではあったが几帳面に履行したことを述べておく方が良いと思うポーの記事は次の言葉で終わっているのである 私が語っているのは暗号についてであってそれ以上のものではないということは理解されるであろうこの題目についてはこれまで私が語ってきたことで十分であるはずである私自身の心には超自然に対する何らの信仰もない自然とその神とが別のものであることは思考力のあるものなら否定しないであろう後者が前者を想像し それを意のままに支配し修正しうることもまた疑う余地のないことである意のままにと私は言うなぜなら問題は意思に関するものであって錯乱した論理が仮定するように力に関するものではないからである神が自分の法則を修正することができないというのではなくて修正の必要などがありうると想像するのは 神に対するる。侮辱だというのであるこれらの法則はその本源において未来に横たわりうる一切の偶発事項を包含するように作られたのである神にあっては一切は現在であるそれゆえに私は繰り返して言う私はこれらのことをただ暗号として語ったにすぎないともう素言付け加えておこう 不幸なメアリセシリア・ロジャーズの運命の世に知られているところとマリー・ロジェーという娘の身の上のある時期までの運命との間にはある平行があるということは私の物語ったところでわかるであろうその平行は驚くべきほど正確なのでそれを考えると理性も困惑するくらいなのであるきっとそういうことがわかるであろうと思うしかし マリーの悲惨な物語を今述べたその時期より後まで進めるときに、私のひそかに意図したことが、その平行の延長を暗示することであるとか、あるいはグリゼットの殺人犯人を発見するためにパリで用いられた手段や、または幾分でも似たような結果を生ずるだろうということをほのめかすことであるなどとは、ちょっとでも臆断されてはならない。なぜかというと、う この奥段の後者の方に関しては2つの事件の事実の中で最も小さな変化でも2つの出来事のコースを全く変えてしまってそこから最も重大な誤算を引き起こすかもしれないということを考えなければならないからであるちょうど算術の場合にそれだけとしては優に足りないほどの誤りでも計算の度ごとに倍化されてついには 真実とは非常に違った結果を生ずるようなものである。それから、前の方の奥段に関しては、私が前に話したあの確率の計算なるものが平行の延長という考えを一切禁ずるということを忘れてはならない。今度のこの平行線は、それまでにすでに長く引かれ、また正確であっただけに、ちょうどそれに比例するだけの強い、 断固とした積極性ををってそれを禁ずるのである。これは数学的なものとは一見全然別な思考力に訴えるもののように見えるがしかも数学者だけが完全に理解できる変則的な命題の一つである例えばサイコロ遊びをしている者が2度続けて6を出したという事実が。 3度目には6が出ないだろうという方に一番たくさんかけていい十分な理由であるということをただ一般読者に納得させるほど困難なことはないこういうことを言うと普通はすぐ理知によって反対されるのだ2度振り出した才の目は済んでしまったもので今は全く過去のことでありそれが未来にだけ属している才の目に影響を与えうるとは思われない 6の目の出るチャンスはちょうどいつ。でも普通の時と同じであるように見える。つまり、サイのすべての目の影響を受けるだけなのだ。そして、これは至って明白と思われる考えであり。だから、それを論駁しようとすれば傾聴などされるよりもしばしば長老的の微笑をもって迎えられるのである。この点に含まれている。誤り。 害をなすくらいいのひどい誤りであるがを私は今までここで与えられている紙面で摘発することはできないそれに理論的な人には摘発する必要もないのだここではその誤りは理性が真理を部分的にだけ詳細に探究していく傾向のために理性の真理に起こる誤りの無限の系列の一つをなすものであると言っておけば 足りるであろう